レミゼラブル第2部コゼットビクトル・ユーゴートしまよ役第1編ワーテルロー1ニベルから来る道にあるもの1861年5月のある麗しい朝1人の旅人すなわちこの物語の著者はニベルからやって来てラユルプの方へ向かっていた彼は徒歩で 両側に並木の並んでる石畳の広い街道を進んでいった。街道は立ち並んで大波のようになってる丘の上を曲がりくねって、あるいは高くあるいは低く続いていた。彼はモーリロアおよびボア潜入るイザークを通り過ぎていた。西の方にブレーヌ・ラルーの花瓶を逆さにしたような石板屋根の手楼を眺めた。ある丘の上の森を過ぎ、それから、 ある別れ道の角に旧関門第四号と記してある虫の食った氷柱の立ってる側にある一軒の飲食店を通り過ぎたその飲食店の正面には万人歓迎素人コーヒー店エシャボ坊と記してあったその飲食店から約8分の1里ほど来た頃彼はある小さな谷間の底に達した街道の土手の中に作られたアーチの下を 一条の水が流れていた。道の一方の谷間には、一面に、小緑のまばらな木立ちがあったが、道の他方では、遠く牧場の方まで、その木立ちが広がって、ずっと、ブレーヌラルーの方まで、不規則に伸びているようはいかにも見事だった。そこに、路棒の右手に、一軒の宿屋があった。入り口には、四輪の荷車があり、 むぐらの茎の大きな束や、すきや、生け垣のそばに積んである干し草など、そして四角な穴には石灰が煙っており、わらどの古い納屋のそばには、はしごが置いてあった。一人の若い娘が、畑で草を取っていた。たぶん、ケルメスイの野外の見せ物か何かのであろうが、大きな黄色い広告の旗が、その畑の中に、がぜに翻っていた。 宿屋の角のところに、一群のアヒルの泳いでいる池のそばによく石の敷いてない小道が草むらの中に走っていた。旅人はその小道に入った。互い違いのレンガの急なギりオもねが上についてる15世紀式の壁に沿って100歩ばかりも行くと、彼は大きな弓形の石門の前に出た。その門は厳かなる14世式の建築であって、 直線式の強元欄干がついており平たい二つの円形浮き彫りが両側についていたいかめしい建物正面が門の上にそびえていた建物正面と直角をなす一つの壁がほとんど門まで接していてそのそばに急な直角をこしらえていた門の前の野原には三つのマグワが転がっていてその間から入り混じって シュな五月の花が咲き出ていた。門は閉まっていた。その扉は壊れかかった観音開きで、錆びた古い金づちが添えてあった。太陽はうららかで、木々の枝は、風のためというよりも、むしろ、小鳥の巣から来るらしい、静かな五月の揺らぎをしていた。一羽の立派な小鳥が、多分恋をしているのであろう。大きな木の中で夢中にさえずっていた。 門の左側の支柱の下の方の石に冠頂席の穴のようなかなり大きい丸い穴があったので旅人は身をかがめてそれを眺めてみた。その時扉が開いて一人の百姓女が出てきた。彼女は旅人を見また彼が眺めているものを認めた。そんな穴を開けたのはフランスの大砲の弾丸ですよ。と女は彼に言った。 そして、女はまたつけた下。門の上、野保の釘のところにも穴がありましょう。あれは、ビスカイアン銃の弾丸の穴です。ビスカイアンは木を打ち通せなかったのです。ここはなんというところです。と、旅人は尋ねた。ウーゴ門です。と、百姓女は答えた。旅人は立ち上がった。に 散歩歩き出して、マセの上から、向こうを覗きに行った。木立を透かして、彼方地平線に小高い丘を認め、また、その丘の上に、遠くから見ると、獅子の形をしたある者を認めた。彼は、ワーテルローの戦場に来ていたのである。に、ウーゴモン。ウーゴモンこそは、不吉なる場所であった。それは、障害の始まりであり、 ナポレオンと称する欧州の一大伐木者がワーテルローで出会った最初の抵抗であって、斧の打撃の下に現れた第一の説であった。それは一つの城塞であったが、今はもう一つの農家に過ぎなくなっている。ウーゴモン・ヒューゴモンとは、古代学者にとっては、むしろユーゴモン・フーゴモンスというのである。その邸宅は、ヴィレル修道院に、 第6の最地を寄進したあのソムレル公遊具をによって建てられたものだった旅人は戸を押し開き玄関の古い馬車の横を通り抜け中庭に入ったその中庭で第一に彼の目についたものは16世紀式の門だったすべて周りのものは壊れ落ちてしまって一つのせり持ちらしいものをそこに留めている記念物的な有様は ししばしば後輩から生まれる,ものであるそのせりもちのそばに、安里り音声時代の様式になった共親石がついてるも、一つの門が壁の中に開かれていて、その向こうには果樹園の樹木が見えている。門のそばには、肥料たまり、つるはしやシャベル、二、三の車、遺体紙と鉄の枠滑車とのついてる小井戸、ばね回ってる小馬。 を広げてる七面鳥、小さな狩猟のついた礼拝堂礼拝堂の壁にまつわって花を開いてる梨の木などがある実にこの中庭こそナポレオンが占領しようと無双していたところのものであるもしその一角の土地がナポレオンの占領し得るところとなっていたならば彼はおそらく世界を得ることができたであろう今や数羽の鶏が くちばししでほこりを散らしている何かうなり声も聞こえる。それは、歯をむき出している大きな犬で、今や、イギリス軍に代わって、そこにいるのである。イギリス軍は、そこでは実に見事であった。空ク,クの率いたこの絵の4個中隊は、一軍団の襲撃に対して、7時間そこで持ちこたえたのである。実測図で見ると、ウーゴモンは、 建物や障壁を含めて一角を欠いた不規則な四角形を呈しているその欠けた一角のところが難問であってその門を狙い撃ちにできる壁で守られているウーゴ門には入り口が二つあって一つは城の入り口をなす難問でありも一つは農家の入り口をなす北門であるナポレオンはウーゴ門に対して 弟のゼロームを使わした。ギー・ユミノー、フォア、バシュリューの三個師団はそこに殺到し、ほとんどレイユの全軍団がそこに使用されて、そして失敗した。ケレルマンの砲弾は、その勇敢な壁面に向かって、ほとんど打ち尽くされた。ウォー・デュアンの旅団は、ウーゴモンを、北方より豪主戦としてならず、ソアイの旅団は、その南方をわずか突入し得たのみで、 それを抜くことはできなかったその中庭の南側には農家が立ち並んでいる。そしてフランス軍に壊された北門の一片が壁にかかっている。それは2本の横木に釘付けにされた4枚の板であってその上にはなお攻撃の跡を認めむ,むることができる。フランス軍に破られた北門は。 壁から下がっていた鏡板の代わりに木片がつけられていて中庭の奥に半ば開いているそれは中庭の北方を囲む下は石で上はレンガの壁の中に四角に開けられたものであるいずれの古作地にもあるような単純な車道門であって粗末な板でできてる大きな2つの扉がついているその向こうが牧場になっている その入り口の争奪戦は猛烈なものだった。門の建て町の上には、血にまみれた手のあらゆる痕跡が、その後長く見えていた。ボーデュアンが戦死したのもそこであった。戦争の嵐は、なお、その中庭のうちに名残をとどめ、その恐ろしい様は、なお、そこにありありと見え、混戦の動乱の様は、なおそこに化石して残っている。あるいは 息きあるいは死ぬるようが彷彿として昨日のことのようにも思われる。壁は揺らぎ、石は落ち、裂け目は音を立てている。穴は傷口である。傾き震えてる樹木は闘争線と身をもがいてるようである。その中庭は1815年には今日あるよりはもっと立派にできていた。その後に壊されたさまざまな構造は、 北角歩や両角や突出などを成していたものである。イギリス軍はそこに立てこもっていた。フランス軍はそこに突入したが、踏みとまることができなかったのである。礼拝堂のそばに、ウーゴモン邸宅の唯一の名残である、城の一方の翼が、壊れかかってるというよりも、むしろ腹をえぐられてるともいえる有様まで立っている。漢は天守閣となり、 礼拝堂は傍者となった。そこで、人々は互いに点滅し合った。フランス軍は、壁の後ろ屋屋の上や穴蔵の下など四方から、窓や風窓や石の隙間などを通して射撃されたので、六彩を持ってきて、壁や敵に火を放った。アラレれンは火炎を持って応戦された。荒廃したその翼部のうちに、鉄格子のついた窓を通して、 レンガ造りの本館の壊れた室が覗き見られる。イギリスのこの衛兵は、それらの室に潜んでいた。螺旋型の階段は、1階から屋根かまですっかりかめ切れして、壊れた貝殻の内部のような管を呈している。階段は2連になっている。階段のうちに包囲されて、常連に追い詰められたイギリス兵は、下連の階段を切り落としてしまった。 イラクサのうちにうずたかくなってる青い大きな遺体子がその名残である。十段ばかりはまだ壁についている。第一段の上には三つ股の矛の形が刻まれている。登ることのできないそれらの階段はなお受けたまま口のうちに丈夫についている。他の部分はちょうど歯の抜けた顎のようなありさまをしている。二本の古木がそこに立っている。 一本は枯れてしまっている。一本は根元に傷を受けながら、4月にまた青い芽を出す。1815年から再び階段の中に伸び始めたのである。両軍は礼拝堂の中でも互いに殺戮し合った。今は再び静かになってるその内部は異様な様を呈している。流血の後は、 もはや渡る鉄も唱えられなくなったけれども祭壇はなお残っている奥のあばらい石壁に寄せかけた粗末な木の祭壇である石灰乳で現れた4つの壁祭壇と向かい合った扉2つの小さな弓形の窓扉の上の大きな木製の十字架像十字架像の上にある一足の干し草で塞いである四角な風窓 片隅の床に落ちてる、全く壊れたガラス付きの古い額縁まず、そんな有様を礼拝堂は、呈している。祭壇のそばには、十五世紀式のキヨアンヌの木像が、釘付けにしてある。ショーニーエスの頭は、ビスカイアンの弾丸に飛ばされてしまった。フランス軍は、一時礼拝堂を占領したが、また追い払われて、それに火を放った。炎は、 その破屋を満たし、養露の様を呈した。扉は焼け、床板は焼けた。しかし、木造のキリストは焼けなかった。木造の足に火はついたが、そこでやんだ。焼け残りの黒ずんだ足が今も見えている。付近の人々の言うところによると、全く奇跡であった。首を切られた小エスの方は、 そのキリストほど幸せではなかったというものである。壁には、一面に名文が記してある。キリストの足の近くには、ヘンクイネスという名前が読まれる。それからまた、他の名前もある、リオ・マイオレのコンデ、アルマグロ・ハバナの公爵、および公爵夫人。フランス人の名前もあるが、みんな簡単符の付けられているのは、フンヌの印である。 1849年に、その壁は、また白く塗り直された。手ズの国民が、そこで互いに侮辱し合っていたからである。手に斧を掴んでる一つの死体が拾い出されたのは、その礼拝堂の入り口においてだった。その死体はショーイルグロであった。礼拝堂から出て行くと、左手に一つの井戸がある。中庭には井戸は二つある。しかし、 この一方の井戸には鶴瓶も滑車もないのはなぜかと人は怪しむだろう。それはもう誰も水を汲むものがないからだ。なぜもう水を汲まないのか。骸骨が中にはいっぱい入っているからだ。その井戸から最後に水を汲んだものはギーオーム・バン・キルソムという男であった。それは ウーゴモンに住んで園庭をやっていた田舎者だった1815年6月18日に彼の家族の者は逃げ出して森の中に隠れてしまったヴィレル修道院の付近の森はそれらのちり散りになった不幸な人々を数日数夜かくまった今日でもなお燃やされた古い木の幹などの明らかにそれと認められる痕跡で 双輪の奥に震えていた哀れな人々の露営の場所が察せられる。ギーオーム・バン・キルソムは城の番をするためにウーゴモンに残って穴蔵の中に身を潜めていた。イギリス兵は彼を見出した。兵士らは彼をそこから引きずり出して剣の平打ちを食わせながらその怯えてる男にシ々の用を刺した。彼らは喉が渇いていた。ギーオームは 彼らに水を持ってきた彼がその水を汲んだのがすなわちその井戸である水を飲んだ多くの者はそこで最後を遂げたそして多くの者に末後の水を飲ました井戸の方もまた死んでしまうことになったのである戦後に人々は死体を埋めるに忙しかった死は戦傷に患いを与える独特の仕方を持っている 死は、光栄に次ぐに薬病をもってする。熱病もまた、勝利の付属物である。その井戸はごく深かったので、墳墓にされた。三百人の死体が投げ込まれた。おそらくあまりに急がれたであろう。投げ込まれた者は、みんな死んでいたかというと、公費はいなと答える。埋没の日の夜、かすかな呼ばわる声が井戸から聞こえたそうである。 その井戸は中庭の真ん中に見捨てられている。石とレンガとで半々にできている三つの壁が屏風の袖のように折り曲がって四角な櫓のような形をしてその三方を取り囲んでいる。ただ一方が開いている。水を汲んでいたのはそこからである。奥の壁には一種の不格好な丸窓見たようなものが一つある。多分砲弾の穴であろう。 その矢倉用のものには屋根がついていたが今はその桁構えしか残っていない右手の壁の支えの鉄は十字架の形をしている身をかがめてのぞくと目はレンガの深い円筒の中に吸い込まれてしまうそこにはいっぱい暗闇がたたえている井戸の周りや壁の下の方は一面にイラクサに覆われている井戸の前には あらゆるベルギーの井戸の縁石を成しているあの大きい青い遺体紙がないその青い遺体紙の代わりには1本の横着があって大きな骸骨に似た伏しれ立ったごちごちの不格好な丸太が56本それに寄せかけてある鶴瓶も鎖,も鎖も滑車もなくなっているしかし水受けになっていた石の鉢はなお残っている雨水がそれに溜まっていて 近くの森の小鳥が時々やってきて水を飲んではまた飛び去ってゆくその廃墟の中の一軒の農家にはなお人が住んでいるその家の入り口は中庭に面しているその扉にはゴティック式城前の立派な延べ板の脇に斜めにつけられた蜜葉当てたスリットを第四水準2の3の26型の鉄の絵があるハンノブルのウィルだが 農家のうちに逃げ込もうとしてその絵を握ったときにフランスの一公平は斧の一撃で彼の手を撃ち落としたその家に住んでる家族の祖父というのが昔のエ庭版キルソムであった彼はもうだいぶ前に死んでしまった半白の髪の一人の女がこう言って聞かせる私はあの当時居合わせていました3歳でした 大きな姉は怖がって泣いていました。私どもは森の中に連れて行かれました。私は母の腕に抱かれていました。みんなは地面に耳をつけて何か聞いていました。私の方では大砲の音をまねてぼーんぼーんと言っていました。中庭の左手にある門は前に言った通り果樹園に通じている。 果樹園も恐ろしい様を呈している。それは三つの部分に分かたれている、あるいは三条にとも言えるであろう。第一は庭であり、第二は果樹園であり、第三は森である。その三つの部分は共通の囲いを持っている。すなわち、入り口の方は城や農家の建物で、左手はマセ、右手は壁、そして奥も壁である。 右手の壁はレンガ造りで、奥の壁は石造りである。まず、第一に庭には行ってゆく。庭は斜面になっていて、スグリ類の干木が植えられ、野生の植物がいっぱい生えており、切り石の大げさな特定で限られていて、その特定には二重の膨れのある柱の欄干がついている。それは レノートル式以前の最初のフランス式になった高層な庭であったが今日ではすっかり後輩と桂曲とに返してしまっている欄干の柱の上には砲弾のような丸い石がついている今日なおその大石の上に立っている十三の欄干が数えられる他の欄干はみんな層の中に転がっているほとんどすべてが 銃弾のかすり傷を受けている一本の壊れた欄干は、折られた足のようにして、欄元の上に置かれている。ガジュエンより低くなってるその庭のうちに、警歩兵第一連隊の六人の性病が突入したのであった。彼らは、そこから出ることができず、穴の中の熊のように襲われ追及されて、ハンノーブルの二個中隊との対戦を感受した。 その2個中隊のうちの1個中隊はカラビーヌ銃を持っていた。反ノーブル軍はその欄干の周りに並んで上から射撃した。6人のセイらオラは勇敢にも200人の敵に向かって、ただ、すぐりの茂みを遠平として下から応戦し、15分間ばかり支えたが、みんな戦死を遂げた。数ーが上がっていくと、庭から、 本当の果樹園のうちに入る。その四角な数ヤードの地面のうちでは1時間足らずのうちに1,500人の兵士が倒れたその壁は今なお再び戦争を待ってるかのように見える主樹な高さのところにイギリス兵が開けた38の銃眼がなお残っている16番目の銃眼の前にはイギリスの2つの花崗岩の墓が座っている 銃眼は南の壁にしかない。攻撃の主力はそちらから来たのである。その壁は、外部は大きな生垣で隠されている。フランス兵は、そこに来て、ただ生垣ばかりだと思って、それを乗り越すと、その先には、障害物であり、埋伏所である壁があり、その後ろには、イギリスのコノエ兵がおり、一時に発火する38の銃眼があり。 三段と十段との嵐があったそして、祖愛の旅団はそこで粉砕された。かくて、ワーテルローの本部隊は始まったのである。けれども果樹園は占領された。はしごがなかったので、フランス軍は爪でよじ登った。木立の中で白兵船が演ぜられた。草は全て血に染まった。 七百人のナッソウの一帯はそこで撃滅されたケレルマンの砲兵二個中隊が壁に砲火を浴びせたのでその外部は砲弾のために散々になっている今やこの果樹園もやはり五月の時を忘れないでいるキンポウゲや雛木雲クも咲き草は高く伸び農馬は草を食い洗濯物を乾かすケジョウは木立ちの隙間に張られて 通るる人々の頭をかがめさせるその荒れ地を歩けば時々モグラの穴に足を踏み込む草の中に猫木、ね、にされて横たわりながら青々と目を出してる一本の木が見られるブラックマン少佐がそれに寄りかかって息を引き取ったその隣の大きな木の下ではなんと直霊の廃止の折り亡命したフランスのある家族の出で ドイツの将軍をしていたた。プラーが倒れたすぐそのそばには一本の病んだリンゴの古木が藁と粘土の包帯で包まれて傾いているほとんどすべてのリンゴの木は漏水のうちに倒れかかっている銃弾や散弾を受けていないものは一本としてない枯れ木の骸骨が果樹園の中にはあまたあるカラスが枝の間を飛んでいる その向こうは、すみれの咲き乱れた森である。ウォーデュアンは戦死し、フォアは負傷し、火災、殺戮、残殺、英独仏の兵士らの血は、猛烈な混戦のうちに川となって流れ、井戸は、死死をもって満たされ、ナッソーの連隊、およびブルーズウィックの連隊は全滅し、デュプラーは戦死し、ブラックマンは戦死し、イギリスコの衛兵は大半殺され、 フランス軍は、連誘軍団の四十個大隊中二十個大隊を大半失い、三千の兵士らは、ウーゴモンの破屋のうちだけで切られ、疲れ、おふられ、撃たれ、焼かれてしまった。かくて、すべてそれらの結果は、今日、そこの百姓が、旅人に向かって言う、旦那、サンフランください、ワーテルローのことを話してあげましょう。 1815年6月18日物語作者の権利の一つとして過去に立ち返り1815年にしかも本書の第一部において語られた事件の始まる少し前まで遡ってみよう1815年6月の17日から18日へかけた夜に雨が降っていなかったならばヨーロッパの未来は今と違っていたであろう 数滴の水の増減がナポレオンの運命を左右した。ワーテルローをしてアウステルリッツ戦争の結末たらしむるためには、天は少しの降雨を要したのみであって、空を横切る時ならぬ一辺の雲は世界を転覆させるに十分であった。ワーテルローの戦いはようやく11時半にしか始まらなかった。それは、 ブリューヘルに戦いに駆けつけるだけの時間を与えたのである。与えたのであるは、定本では、与えたのでる。なぜ、11時半にしか始まらなかったかといえば、土地が湿っていたからである。砲兵の運動のために、土地が少し固まるのを待たなければならなかった。ナポレオンは、もとより砲兵の将校であって、その特質を備えていた。この非凡なる将軍の根本は、 実に、失政内閣に対するアブーキル戦の報告中に、我が砲弾のある者は、敵兵6人を倒せりと言わしめたあの性格であった。彼のあらゆる戦争の砲略は、砲弾のために立てられていた。ある特典に砲兵を集中させることに、彼の勝利の飛躍はあった。彼は、敵将の戦略を、あたかも一つの要塞のごとく取り扱い、 その隙間から攻撃した。三段を持って敵の弱点を圧倒し、大砲を持って戦機を処理した。彼の天才のうちには射撃法があった。砲陣を突破し、連隊を粉砕し、戦線を破り、集団を突き崩し、散乱せしむることは、すべて彼にとっては、ただ簡単なく打ちに打つことであった。そして彼は、 その仕事を砲弾に任したそれは恐るべき方法であって、それが、伝才に合わせられるや、この不思議なる戦いの闘志をして、十五か年間殿下に無敵たらしめたのである。1815年六月十八日、彼は、砲数の優勢を保っていただけになおさら砲兵に待つところが多かった。ウェリントンが、 159門の家宝をしか有しなかったのに対してナポレオンは240門を有していた仮に土地が乾いていたとしてみよ砲兵は動くことを得て戦いは朝の6時に始まっていたであろうそして午後2時には彼の勝利に返して終わりを告げプロシア軍をして戦勢を変転せしむるまでには3時間を余していたであろう その敗北については、ナポレオンの方に、いかほどの責めがあるであろうかナンパの責めは、その水先案内者に返せられるであろうか明らかに、ナポレオンは身体は弱ってはいたが、それとともに、また、当時、多少、精神力の限界をきたしていたのであろうか。戦役の20年は、剣の鞘とともに、その闘心をも損ない。 身体と共に精神をも損なっていたのであろうか。憔悴のうちには、おぞましくも、老将の面影がたたいていたのであろうか。一言にして言えば、多くの著名な死下の信じたごとく、その天才も駆け染めていたのであろうか。事故の衰弱を自ら隠すために、彼は凶暴となったのであろうか。暴挙のうちに心迷ってゆるめき始めたのであろうか。 将軍の身としては重大なることであるが、彼は危険をもいに返しなくなったのであろうか。行動の巨人とも称し得べきかかる肉体的偉人らのうちには、その天才を禁止ならむる年齢があるのであろうか。思想上の天才は、老年もこれを通るを得ず、ダンテやミケランゼロのごとき人々にとっては、老いることは、すなわち成長することであるのに。 ハンニバルやボナパルトのごとき人々にとっては、老いとは萎縮することであろうか。ナポレオンは、勝利に対する直接的知覚を失ったのであろうか。彼は、もはや、暗証を認知せず、経定を察知せず、崩れかかってる深淵の騎士を弁別しえざるに至ったのであろうか。彼は、災害を嗅ぎ分けるの能力を失ったのであろうか。昔は、 勝利のあらゆる党を地質し、来電の車上より、厳かな指を持ってそれを指示した彼も、今やその群がりたったる軍隊の愚部を断崖に導くほど、悲しむべき惑乱のうちにあったのであろうか。彼は、46歳にして、すでに、最後の狂乱にとらわれていたのであろうか。運命の巨大なるその御者も、もはや大なる諸突者に過ぎなくなっていたのであろうか。 個人ははそうは考えない本戦争についての彼の方略が勝る出せるものであったことは、万人の認とむむるところである。同盟軍の中央を直ちにつき、敵軍中に穴を開け、それを両断し、その一方のイギリス軍をハール方面に退け、他方のプロシア軍をトングル方面に退け、ウェリントンとブリューヘルトを二個の破片となし、モン・サンジャンを奪い、 ブラッセルを占領し、かくて、ドイツ軍をライン川に圧迫し、イギリス軍を海中に当然としたのである。ナポレオンにとっては、すべて、それらのことが、この一戦のうちにあった。その後のことは明白であろう。言うまでもなく、我々は、ここに、ワーテルローの歴史を書かんとするのではない。我々の語らんとする物語の基礎たるべき場面の一つが、 この戦争と関係を有するのではあるが、しかし、その歴史が我々の題目ではない。その上、すでに、その歴史は出来上がっている。ナポレオンによって、一方の県地からと、一軍の歴史の王や、ワルター・スコット、ラマルティーヌ、ボーラベル、シャラス、キネー、ティエールによって、他の県地からと、堂々と完成されている。我々は、ただ、 それらの歴史家をして総論するままにさしておこう。我々はただ遠方よりの見物人であり、その平原の一旅人であり、人間の肉をもってこね返されたるその土地の上に身をかだもる探求者であり、しかも、悲壮をもって事実と誤る探求者に過ぎないかもしれない。我々は学問の名においても、 多くの幻影を必ずや有する、その全般の事実に立ち向かうだけの権利を有しない。一つの学説を打ち立てるだけの実践の際も、戦術上の能力も有しない。我々の見るところによれば、ただ、一輪の偶然事が、ワーテルローにおいて、両憔悴を支配したまでである。しかして、その神秘なる被告である、運命に関しては、我々は、 あの素朴なる方眼である、民衆と同様な判断をなすのみである。4a。ワーテルローの戦いの明らかな観念を縁と欲するならば、地上に横たえた a の大文字を想像すれば、それで足りる。a の左の足はニベルの道であり、右の足はジュナップの道であり、両方をつなぐ横棒は、王安からブレーヌ・ラルへの往路である。 A の頂はモン・サンジャンであって、そこにウェリントンがいる。左下の端はウーゴモンで、そこに、ゼローム・ボナパルトと共に、レイユがいる。右下の端はラベル・アリアンスで、そこにナポレオンがいる。A の横棒が、右の足と交差している点の、少し下から A サントである。横棒の中央が、ちょうど勝敗の決した要点である。 あの獅子の像が建てられたのはそこであって、それは、せずして、この衛軍の最も立派なる遊部の象徴となった。A の髪形に、二本の足と横棒との間に含まれる三角形は、モン・サン・ジャンの高地である。その高地の争奪が戦いの全曲であった。両軍の両翼は、ジュナップの道とニベルの道との左右に伸びている。そして、 エルロンはピクトンに対峙し、レイユはヒルに対峙している。A の頂点の後ろ、すなわち、モン・サンジャンの高地の背後に、ソアーニュの森がある。戦地そのものについては、起伏した広い地面であると想像すればよろしい。一つの高みから、次の高みが見られ、そして、その起伏は、次第に、モン・サンジャンの方へ高まってゆき、そこで森に達している。 戦場に相手期待した二個の軍隊は二人の闘士である。それは一つの取っ組み合いである。互いに相手を投げ出さんとする。彼らは何者にでもしがみつく。矢部も一つの足場であり、壁の一択も片昇である。寄るべき、一軒の破屋がないためにも、一個連隊が頓走する。平地のくぼみ、姿勢の変化、好都合な横道。 森、低谷なども、軍隊と呼ばれる、その巨大のかかとを止め、その退却を抑止することができる。戦場より出る者は敗者である。それゆえに、その攻めを帯びる長官にとっては、わずかな木の茂みをも調べ、少しの土地の工程をも研究するの必要がある。両将軍は、今日はアーテルロー平原と呼ばれるそのモンサンジャイ平原を、 最新に研究しておいたすでにその前年よりしてウェリントンはあらかじめある対戦の準備としてそこを調べておくだけの先見の命を有していた。故に6月18日その土地においてそしてその決戦のためにウェリントンは有利の地位を占めナポレオンは不利の地位にあった。イギリス軍は上手にありフランス軍は下手にあった。 1815年6月18日の卒業、ロシソンムの高地に双眼鏡を手にして馬上にまたがったナポレオンの風刺を、ここに描くことは、おそらく打足であろう。人に示されるまでもなく、世人のみんな知っているところである。ブリエンヌ士官学校の小さな帽子をかぶった、その静平な横顔、その緑色の軍服。 青少を隠している白い折り返しの襟、腱章を隠している灰色の街灯、直旗の下に見えている赤い受章の一端、革の半ズボン、隅々に N の花文字とガノモントのついた紫ビロードの蔵追いをつけた白馬、絹の口旅の上には、板乗馬靴、銀の白車、マレン号に廃用した剣、すべて、それらの最後の皇帝たる用紙こそ。 万人の想像に上るところのものであって、ある人々からはか顧せられ、ある人々からは厳しき目を向けられるところのものである。その姿は、長い間紅葉のうちに包まれていた。それは、実に、古来多くの英雄が発散して、常に、多少の間真実を覆い隠す、あの一種の伝説的不明瞭に追うところがあったのである。しかし、今日は、 それを照らす歴史と白日とが現れている。この光は歴史は無慈悲なものである。それはある不思議なまた神聖なものを有していて全く光でありかつまさしく光であるが故に人が好奇をのみ見ていたところに陰影を遠ぐることが往々にしてある。それはどう一人より二つの異なった姿をこしらえる。一つの姿は 他の姿を汝じ、その罪を問う。先制君子の暗黒は、憔悴の交際と争う。かくて、庶民衆の評価のうちにより真実なる尺度が損するのである。侵されたるバビロンは、アレクサンデルの価値を減じ、束縛されたるローマは、シーザーの価値を減じ、破壊されたるエルサレムは、チツスの価値を現存する。暴君自身も、 やがて暴虐をかぶる。己の姿をやむる暗黒を後に残してゆくことは、人にとって一つの不幸である。五、戦争の暗雲。この戦いの最初の局面は、世人の、あまねく知るところである。両軍とも、その発端は、不安な不確かなもので、躊躇せしめ、恐れを抱かしむるものであった。しかし、フランス軍の方よりも、 イギリス軍の方がなおさらそうであった雨は昼夜降り通した。地面はその土砂降りにこね返されていた。水は鉢に溜まったように平原の窪地にここかしこ溜まっていた。あるところでは視聴者は車軸まで泥水に浸かった。馬の腹帯は泥水をしたたらしていた。 もし密集した市長の雑踏のため撒き散らされた小麦や裸麦がわだちを埋めて車輪の下敷きにならなかったならば一切の運動はことにパプロットの方の谷間の中の運動は不可能であったろうことは始まるのが遅かった前に説明した通りナポレオンはその全砲兵を厳重のごとく手中に握り 戦地のここかしこと狙いを定めるのを常としていたので馬に引かれた砲兵隊が自由に動き回り駆け回りえるまで待つことにしたのであるそれには太陽が昇って地を乾かさなければならなかったしかし太陽の出るのは遅かった今度はアウステルリッツのようにすぐには行かなかった最初の大砲の一発が響いた時イギリスの将軍コルビルは 時計を眺めて11時35分であることを確かめた。戦闘は猛烈に始まった。おそらく皇帝が望んでたより以上猛烈にウーゴモンに対するフランス軍の左翼によって開始された。同時にナポレオンはラエーサントに向かって気械旅団を投げつけながら敵の中央を攻撃し、ネイはパプロットに寄ってるイギリス軍の左翼に向かって。 フランス軍の右翼を突進させた。ウーゴモンに対する攻撃は、多少逸話客であった。ウェリントンをそこに引きつけて、左翼に牽制戦とするのが、その計画であった。もし、イギリスのコノエの四個中隊と、勇敢なベルギーのペルポンシェルシダントが、頑強に陣地を維持し得なかったならば、その計画は成功していたであろう。 ウェリントンはそこに不遍せずして、全遠平として、ただ、この絵の他の4個中隊と、ブルーンスウィックの一隊とだけを使わずに止めておくことができたのである。パプロットに対するフランス軍右翼の攻撃は、真剣なものであった。イギリス軍の左翼を配送せしめ、ブラッセルからの道を断ち切り、あるいは、来るべきプロシア軍の通路を遮り、モンサンジャインを合手し、 ウェリントンをウーゴムン方面に退け、それよりブレーヌ・ラルー方面に退け、さらにハール方面に追うこと、それは、最も確実なことであった。ただ、二三の事件を外にしては、その攻撃は成功した。パプロットは占領され、ラエー・サントは奪取された。ここに突起すべき一時がある。イギリスの歩兵のうちには、ことに、 キンプトの旅団のうちには多くの新兵がいた。それらの若い兵士らはフランスの恐るべき歩兵に対して極めて勇敢であった。彼らは無経験のためかえって大胆にやってのけた。ことに見事な三兵戦を行った。三兵戦における兵士は多少各自に解放されていわば自ら自分の指揮官となるものである。 それらの新兵はフランス兵ににおったある巧妙さと勇猛さとを表した。その未熟な歩兵は活気を有していた。しかしそれはウェリントンのあまり喜ばないところであった。羅栄さんとの占領後戦いは混乱をきたした。その日の戦いには正午から四時まで全く朦朧たる中間があった。 戦いの中心はほとんど不明で、混戦の雲務に包まれていた。白母の色さえ、それに加わった。うちみやれば、その靄の中には、高爆たるうねりがあり、まばゆきばかりの幻影があり、今日ほとんど知られない。当時の軍需品があって、炎のような深紅の毛棒揺らめいているひさげのう、十字の老わ敵弾用の弾薬庫、氷器兵の街灯。 多くのヒダのある赤い長靴と嘘で飾った重々しい軍帽、黄色のイギリス歩兵と黒ずんだブルースウィックの歩兵との今後を検証の代わりに輪を成した白い大きなモールを上白につけてるイギリス兵銅の帯金と赤い飾りゲトのついた長めの革の兜をかぶってるハンノーブルの景気兵膝をあらわにし弁慶島の街頭を着てるスコットランド兵フランス的団兵の 役者中、前者は17世紀イタリーの画家、後者は18世紀フランスの戦術家。多少の暴風的情乱は、常に戦いに混じるものである、ある暗淡た,たるもの、ある転移的なるものが。各歴史家は、それらの混戦のうちに、勝手な筋道を立ててみる。しかし、将軍らの策略の遺憾に関わらず、群がりたったる軍勢の衝突は、 図るるるべからざる反発を起こすものである実戦においては領事機関の二つの計画は互いに交差し互いに妨げる戦場のある地点はある他の地点よりも多くの兵士を飲み尽くすあたかも多少柔軟な地面はそこに中がるる水を多少早く吸い取れがごときものであるかかる場所には 予期以上の多数の兵士を注がなければならない。意外の損失をきたす。戦線は、糸のごとく不動し、曲折し、千々の川は盲目的に流れ、前線は波動し、出入する連隊は、あるいは、岬をなし、あるいは湾をなし、その暗礁は、互いに先へ先へと移動し、歩兵がいたところには、砲兵が到着し、砲兵がいたところには、騎兵が派せつけ。 あらゆる大悟は煙の如くである。そこに何かがいたと思って求むれば、はや消え失せている。一時の生涯は、すぐに移ってゆく。陰暗な日だは一進一退する。黄泉の風は、それらの悲壮な群衆を吹き送り吹き返し、吹きふくらし吹き散らす。およそ混戦とは何者であるか。一つの敗道である。数学的な不動の図面は、ただ、 一瞬のことを説明し得るのみで、一日のことは語り得ない。一つの戦争を描かんが、ためには、その筆致のうちに混沌たるものを有する力強い画家を要する。かくて、レンブラントはヴァンデル・モイレンに勝る。ヴァンデル・モイレンは、正午のことについては正確であるが、午後三時においては真より遠ざかる。気化学は誤りをきたし、ただ、 工夫のみが真を伝える。それはポリーブに対して移設を立てしむるの権利をフォラールに与えるところのものである。なお付け加えて言えば戦いには極部戦に化するある瞬間が常にある。かかる瞬間においては戦いは個々に分かれ無数の細部に分散する。その細部はナポレオン自身の言葉を借りて言えば軍隊の歴史によりもむしろ 各連帯の伝記に属するところのものである。もとより、そういう場合においても、歴史家は、それを適用するの権利を持っている。しかし、彼は、その戦闘の主要な輪郭をつかみ得るのみである。そしてまた、いかに忠実なる叙述家といえども、戦いと称せら、ルル、その恐るべき暗雲の形を完全に描き出すことはできないものである。 以上のことはいかなる大戦闘についても真実であるが、ことに、ワーテルローには、一層適用しえべきものである。さは、あれ、午後になって、ある瞬間に至って、戦いの勢いは明らかになってきた。六午後四時。四時頃には、イギリス軍は、危険な状態にあった。オレンジ大公は中央を指揮し、昼は右翼を、 ピクトンは左翼を指揮していた。強淡熱狂なオレンジ大公は、オランダ・ベルギーの連合兵に向かって叫んでいた。ナッソー、ブルースウィック、断じて退くな。ヒルは、弱ってウェリントンの方へ寄りかかってきた。ピクトンは戦死した。イギリス軍が、フランス軍の第105連隊の軍旗を奪ったと同時に、イギリス軍のピクトン将軍は、 弾丸に頭を貫かれて生止を遂げたのだった。ウェリントンにとっては戦いは2つの支持点を持っていたすなわちウーゴモンと羅栄さんととしかるにウーゴモンはなお支えて廃たが焼かれており羅栄さんとはすでに奪われていた。そこを防いでいたドイツの一帯は生き残った者わずかに42人で将校に至っては5人を除くのほか みんな戦死し、あるいは捕虜になっていた。その農家のうちだけで、三千の兵士が捕ふられていた。イギリス一流の検討家で、無敵と称せられていた、この絵の一軍曹も、そこで、フランスのある少年越しのために殺されていた。ベーリングは撃退され、アルテンは薙ぎ払われていた。スータの軍旗は失われていた。そのうちには、 アルテン師団のものもあり、ドゥーポン家のある大公が捧げていたルネブール具隊のもあった。灰色のスコットランド兵ももはや残っていなかった。ボンソンビーの大なる竜騎兵も壊滅していた。その勇敢な竜騎兵は、ブローの槍騎兵とトラベールの強硬騎兵とのために敗走させられたのだった。その1200機のうち残ったものは600で、ハミルトンは負傷し、 メーターは戦死して、三人の駐車中二人も撃ち落とされたのだった。ボンソンビーも七つの槍をかぶって倒れていた。ゴルドンもマーシュも戦死していた。第五と第六との両師団は粉砕されていた。ウーゴモンは危うく、ラエーサントは奪われ、今は、ただ、中央の一節が残ってるのみだった。その一節はなお支持されていて、ウェリントンは、 そこに兵員を増加した。彼はそこにメルブ・ブレーヌにいたヒルを呼び、ブレーヌ・ラルーにいたシャッセを呼び寄せた。イギリス軍のその中央は少し中くぼみの形になっていて、兵員は密集し、強固に陣を固めていた。それはモン・サンジャンの高地を占めていて、背後に村落を控え、前には当時かなり険しかった斜面を持っていた。そして、 堅固な石像の家屋を後ろに追っていた。その建物は、当時ニベルの領有であって、道路の交差点のしるべになっており、16世紀式の建築で、砲弾も、それに対しては、ただ跳ね返るのみで破壊しえなかったほど、頑丈にできていた。高地の周囲には、イギリス軍は、ここかしこに生け垣を切り倒し、山、北さ 第三水準一の八十五の八十四の間に方目をこしらえ木の枝の間に方向を差し入れ結局のうちに銃眼を開けていたその方兵は茂みの下に潜められていたその間轄なる工事はもとよりいかなる警邸をも許す戦争で鳩がむべきことではないがいかにも巧みになされていたので敵の砲座を偵察せんため 午前9時に皇帝から使わされた悪僧も全く気づかず、立ち返ってナポレオンに報告したところは、ただ、ニベルおよびジュナップから育領土を遮っている2つの防災のほかには、何らの障害もないというのであった。ちょうど畑の作物が高く伸びている時期であって、高地の縁には、ケンプト旅団の一体第95連隊が。 カラビーヌ銃を帯びて高い麦の間に伏してるのだった。各安全にかつ守りを固くして、イギリス・オランダ軍の中央は高地位に置かれていた。その陣地の危険は、ただソアーニュの森であった。その森は、当時戦場に接していて、グレナンデルとボアフォールとの二つの池で仕切られていた。そこに退くとすれば、軍隊の大悟は見られるに違いなかった。 連帯は、直ちに分散を来すに違いなかった。砲兵は、沼の中に、身体を失うに違いなかった。元より異議を立てるものもあったが、多くの専門家の意見によれば、退却は、そこでは改装に終わるのほかは、なかったであろう。ウェリントンは、シャッセの一個旅団を右翼から抜き、ウィンケの一個旅団を左翼から抜き、それを中央に加え、次に、 クリントントの師団をも加えた。そしてそれら主中のイギリス軍ハルケットの数個連隊ミッチェルの旅団メートランドのコノエ軍などの主力になお支持隊としてブルースウィックの歩兵ナッソーの長州兵キエルマンゼーゲの反応ノーブル兵およびオンプテーダのドイツ兵などを加えたそれで彼は26個大隊を下げていたのである シャラスが言ったように、右翼は中央の背後に立て直された。莫大な砲兵隊は、今日、いわゆるバーテルローの博物館があるあの場所に、土のうで隠されていた。ウェリントンは、なお、その上、ソマーセットのこのエリュー騎兵千四百機をあるく地に有していた。それは、世の定評に恥じない勇敢なるイギリス騎兵の半分であった。 ボンソンビーは粉砕されたが、ソマーセットは残っていたのである。一度完備すれば、ほとんど、一つの革命砲ともなるべき、その砲兵隊は、ごく低い塀の後ろに配置され、左脳の被覆と大なる土手とで急速に覆われた。しかし、その工事は全部済んではいなかった。それは、柵を施すだけの時間がなかったのである。 ウェリントンは不安ではあったが、なお、平然として馬にまたがり、モン・サン・ジャンの古い風車小屋の少し前方、ニレノキの下に、終日同じ姿勢で立っていた。その風車小屋は、今もなお残っているが、ニレノキの方は、もののわからぬあるイギリスの浸水家が、その後200フランで買い取り、切り倒して持って行ってしまったのである。ウェリントンは、そこに、 冷然たる勇気を持って立ち尽くしていた。砲弾は雨と降りきたった。副官のゴルドンは彼のそばで倒れた。昼今日は破裂する榴弾を刺しながら行った。閣下、閣下の司教をせられるところは何でありますかもし戦死せられる場合には、いかなる命令を後に残されますか私の通りせよということだ、とウェリントンは答えた。 彼はまた、クリントンに簡単に言った、最後の一人まで、ここに踏みとまれ、戦いは、明らかに不利になってきた。ウェリントンは、タラベラやビットーリアやサラマンクなどの昔の戦友たる部下に叫んでいた、諸子を、以下で退却を成し得るか、古よりのイギリスを考えてみよう。4時ごろ、イギリスの戦線は、後方に動き出した。 と突然、コーチの頂には、砲兵と狙撃兵とのほか、何も見えなくなった。その他の者のは姿を消した。全連隊は、フランスの榴弾と砲弾とに追われて、後方深く退いた。そこには、モン・サン・ジャンの田んぼ堂が、今日もなお横切っている。後退運動が起こされ、イギリス戦線の正面は取り払われ、ウェリントンも退いた。 退却を始めた。とナポレオンは叫んだ。七上機嫌のナポレオン。皇帝は病気にかかっていて、馬上では局所に苦痛を感じて困難ではあったが、かつてその日ほど上機嫌なことはなかった。心情を発露することのないその顔つきも朝から微笑をたたえていた。大理石の面をかぶったようなその深い魂も。 1815年6月18日には何ということもなく光り輝いていた。アウステルリッツにおいて陰鬱であったその人も、ワーテルローにおいては快活であった。宿命の偉人は、かかる矛盾を示すものである。我々人間の喜びは影に過ぎない。最上の美笑は神のものである。シーザーは、笑いポンペイウスはなく、 フルミナトリックス軍の兵士らは言ったしかし今度はボンペイウスは泣くべき運命ではなかったのであるがシーザーが笑っていたのは確かだった早くも前夜の1時に公転とコウとの中をウェルトランと共にロシソンム付近の丘陵を馬上で見聞しながら フリシュモンよりブレーヌ・ラルーに至る地平線を輝かすイギリス軍のかがり火の長い一線を見て満足しワーテルローの平原の上に日置して定めておいた運命は万事自分の意のままになっているように彼には思えたのであった彼は馬を止めしばらくそこにじっと佇たずんで電光を眺め雷鳴を聞いていたそしてその運命の人が次の神秘な言葉を 影のうちに投げるのが聞かれた。我々は一致している。しかしナポレオンは謝っていたのである。両者はもはや一致してはいなかった。彼はその夜一睡もしなかったのである。その夜も各瞬間は彼に喜びの情を与えた。彼は全勝の前線を見回ってあちこちに立ち止まっては気象に言葉をかけた。二時半に。 ウーゴモンの森の近くに、彼は、一渋滞の行進する足音を聞いた。一時、彼は、それを、ウェリントンの退却であると思った。彼はベルトランに言った。あれは、撤退するイギリス軍の光栄だ。オステンドに到着した、六千のイギリス兵を、わしは捕虜にしてみせよう。彼は、ヒロシたちに口を聞いた。三月一日上陸。 役者中、エルバ島よりフランスへのの際、ジュアンマンの熱狂してる農夫を元帥に指し示しながら、おいベルトラン、すでに、かしこに遠平がいる、と叫んだ時のような活気を、彼は再び示した。そして、今6月17日から18日へかけた夜、彼はウェリントンをあざけていた。誤釈な彼、イギリス人に少し思い知らしてやろう、とナポレオンは言った。 雨は激しくなり、皇帝が語ってる間雷鳴はとどろいていた。午前三時半に彼の一つの空想は失われた。偵察に使わされた将校らは敵が何らの運動もしていないことを報告した。何者も動いてはいなかった。陣営の一つのかがり火も消されてはいなかった。イギリスの軍隊は眠っていた。地上は サビとして音もなく、ただ空の実が荒れていた。4時に、1人の農夫が、石膏騎兵によって、彼のところへ連れられてきた。その農夫は、イギリスのある騎兵旅団が、多分ヴィヴァイアンの旅団であろうが、最左翼として、王ーの村に陣地を閉めに行くののの案内者となったのである。5時に、2人のベルギーの脱走兵が来て、彼に告げたところでは、彼らは、 自分のの連帯から抜け出してて、きたのであってイギリス軍は戦いを期しているということだった。ナポレオンは叫んだ。ますますよい。わしはあいつらを退けるよりも打ち破ってやりたいのだ。朝になってフランスノアの道の曲がり角になってる土手の上で彼は泥の中に馬から降り立って料理上のテーブルと百姓の椅子と。 ロシソンムの農家から持ってこさせ、一足の藁を下に敷いて、そこに腰をかけ、テーブルの上に、戦場の地図を広げて、そしてスールとに行った、見事な将棋盤だ。やらいの雨のために、平た部は、こねまわされた道路に足を取られて、朝になってしか到着することができなかった。兵士らは、眠りもせず物も食わずに、雨に濡れていた。それでも、 ナポレオンは快活にねえに叫んだ、重中の救は我々のものだ。八時に皇帝の食事が運ばれた。彼はそこに多くの将軍らを招いた。食事をしながら人々は前々日ウェリントンがブラッセルのリチモンド公爵夫人の家の舞踏会に行っていたことを話した。すると、 大鋼明た顔つきの荒々しい武人であるスールとは言った舞踏会は今日だ。皇帝はウェリントンも陛下のおいでを待ってるほど馬鹿でもありますまいという銘を揶揄した。その上揶揄は彼の兵祖のことであった。彼は好んで開虐を浪したとフルーリー・ド・シャブーロンは言っている。彼の性格の根本は快活な気分であった。 ゴール号は言っている。巧妙なというよりも、むしろ馬鹿げた揶揄に彼は飛んでいた、とバンジャマン・コンスタンは言っている。巨人のかかる快活は、力説するのろうに値するものである。その敵弾兵を敵外兵と呼んだのも彼であった。彼は、彼らの耳をつねり、その髭を引っ張った。皇帝は、我々にいたずらばかりなされた、というのは、 彼らのの一人の言葉である。エルバ島よりフランスへの秘密な公開中2月27日会場においてフランスの軍艦ゼフィールはナポレオンが隠れていたアンコンスタン号に出会ってナポレオンの消息を尋ねるとエルバ島に彼がはやらした蜂のついた白と系統色との帽子を当時なおその帽子につけていた皇帝は 笑いながらラッパを取って自分で答えた。皇帝は丈夫だ。そういう冗談をする者は事変に驚かない。ナポレオンはワーテルローの朝食の間にしばしばその解略を浪した。食事の後彼は十五分ばかり考え込んだ。それから二人の将軍はわら束の上に腰掛け手にペンを持ち膝に髪を広げた。そして 皇帝は彼らに戦闘序列を書き取らせた。9時に、はしご隊をなし、5列渋滞で行進していたフランス軍は展開して、師団は2列横隊となり、砲兵は、旅団の間に置かれ、軍楽隊は、太鼓の音とラッパの響きとで、行進曲を奏して、先頭に立ち、見渡す限り、力強く降爆として勇み立ち、軍棒とサーベルと銃剣との海と化し去った。 その時皇帝は興奮して二度繰り返し叫んだ「素敵、素敵。九9時から10時半までの間に信じられないほどの速さではあるが全軍は戦線につき6線に並び皇帝の言葉を借りれば6個の部位の形を取った戦線の全面が整って数週の後混戦に先立つ動乱の初めの深い静寂の最中に 命令によってエルロン・トレイユとロボートの三軍団から抜かれニベルの道のジュナップの道との交差点であるモンサンジャンを砲撃して戦争を開始する役目を帯びていた十二金砲の三個砲兵中隊がついに展開するのを見て皇帝は悪装の肩をたたいていったどうだ将軍24人の綺麗な娘がモンサンジャンの村を奪取すれば直ちに そこに防災を施すことに定められていた第一軍団の公平中隊が前を通るとき戦いの結果に確信がある彼は微笑をもってそれを励ました各静音な彼はただ尊大な連憫の一号を漏らしたすなわち左手に今日大きな墳墓があるあの場所に灰色の見事なスコットランド兵がその立派な馬と共に集まっているのを見て彼は一体 惜しいものだそれから彼は馬にまたがりロシソンムの前方に赴きジュナップからブラッセルへ通ずる道の右手にある小高い狭い芝地を観戦地として選んだそれは戦闘中の彼の第二の著立書であった第三の著立書は午後7時ラベル・アリアンス・とラ・エイ・サントとの中間のそれであって恐るべき場所であった なお損しているかなり高い丘であってその後方には平地の斜面にこの衛兵が集められていた丘の周りには砲弾が道路の敷石の上に跳ね返ってナポレオンのところまでも達したブリエンヌの時と同じく彼の頭上には弾丸やビスカイアン銃弾が鳴り響いた彼の馬の足が立っていたほとんど同じ場所からその後 腐食した砲弾や古い剣の刃や錆びついて形を失った銃弾などが拾い出された錆びくれものが数年前のことだがまだ火薬の入ったままの60斤破裂弾がそこから掘り出されたただその新刊は弾丸と平面に壊れていたこの最後の貯蔵所において一人の軽騎兵の蔵に奪いつけられあられ弾の連発ごとに後ろを向いて その背後に身を隠そうとしている恐怖指摘意を抱いている田舎者の案内者ラコストに向かって皇帝は言った「バカメ」「地軸だぞ」「背中を打たれて死ぬつもりか」今「今これらのことを物語っている著者自らもその丘の柔らかい斜面の砂を掘りながら46年間の参加のためにボロボロになった破裂弾の口金の残りと彼の指の中に」 スイカズラの茎のように握りつぶされた古いてっぺんの残りとを見いだしたのであるナポレオンとウェリントンとの海戦の場所であるシュズの勾配を成した平地の起伏は人の知る通り1815年6月18日とは今日大いにそのありさまをことにしているその最悪の場所から全て記念となるものを人々は奪い去ってしまって 実際のの形態は損なわれたのであるそしてその歴史も面目を失ってもはやそこに痕跡を認め難くなっているその地に光栄を与えんために人々はその地のありさまを変えてしまった2年後にウェリントンは再びワーテルローを見て叫んだ私の戦場は形が変えられてしまった 教師の像の立っている大きな土盛りのある場所にはその当時一つの丘があってニベルの道の方上は登れるくらいの傾斜で低くなっていたがジュナップの道路の方ではほとんど断崖を成していたその断崖の高さはジュナップからブラッセルへ行く道を挟んでる二つの大きな墳墓の丘の高さによって今日なお測ることができるその一つは イギリス兵の墓であって左手にあり、も、一つはドイツ兵のであって右手にある。フランス兵の墓はない。フランスにとっては、その平原すべてが墓地である。高さ150尺周囲半マイルの塚を築くに使われた何千社という土のおかげで、京門三ンの高地には、緩やかな坂で登って行くことができる。しかし、戦いの当時、 その高地は、ことに、雷栄山との方面において、極めて元素で登るに困難であった。その勾配は、そこでは非常に急だったので、イギリスの砲兵隊は、下の方に、戦闘の中心地である谷合の底にある百姓家を見ることができないほどだった。1815年6月18日には、雨のために、その険しさは一層増し、のために、 その当反は、一層困難になり、単によじ登るばかりでなく、冷寧に足を取られまでした。高地の上に沿って、遠くから見たのでは気づかれない一種の溝が走っていた。その溝は一体何であったかそれを言ってみれば次のようなわけである。ブレーヌ・ラルーは、ベルギーの一つの村であり、オーアンも、やはり、その一つの村である。そして、 二つとも土地の起伏の間に隠れ約一里半ばかりの道で相通じているその道は皇帝不規則な平原を横切っていてしばしばうね溝のようになって丘の間を突き抜けているのでところどころで峡谷を成している1815年にも京と同じくその道はジュナップの街道とニベルの街道との間で峡谷を成している モンサンジャンの高地の上を貫いていた。ただ、今日では、その平地の面と同じ高さになっているが、当時はくぼい道であった。記念の塚を築くために、その両方の斜面は切り取られてしまったのである。その道は、今日もそうだが、昔も、大部分は、塹壕の形をしていた。それも、時としては、 約12尺もあろうというほど深い塹壕であって、そのあまり急な斜面の土は、周囲のために所々崩れ落ち、ことに冬には甚だしかった。シュズの事変までも生じた。ブレーヌ・ラルーの入り口の方では非常に狭かったので、一人の通行人が馬車に押し潰されてしまったほどである。墓地のそばに立ってる石の十字架は、それを示すものであって、 それによると、死者の名前はブラッセルの商人ベルナールド・ブリー氏であり、その事変が起こったのは1637年2月である。悲鳴は次の通りである。最善最大なる神へ、ここにおいて、ブラッセルの商人ベルナールド・ブリー氏は1637年2月、不明、日不幸にも馬車に引き殺されぬ。また、その道は、 モンサンサジャンの高地の上では極めて深かったのでマティユーニケーズという百姓が1783年に土手崩れのため圧死したほどである。も一つの石の十字架にやはりそのことが記してあった。しかしその石はそこが開拓される時になくなってしまい覆された土台石だけが今日なお ラエさんとトとモンサンジャンの農家との間の道路の左手の芝生の坂の上に残って見えている戦いの日モンサンジャンの高地の縁にあって断崖の上にある溝であり地面の中に隠された輪だちであり何者もそれと気取らせるもののないその往路は少しも目につかなかったのである言い換えれば恐るべきものだったのである八皇帝案内者ラコストに問うさて ワーテルローの朝、ナポレオンは満足であった。それも道理だった。彼によって立てられた作戦計画は、前に述べた通り、実際共胆すべきものであった。一度先端が開かれるや、シュの変典は、ナポレオンの眼前に起こった。ブーゴモンの抵抗。ラエー・サントの眼鏡。ボーデュアンの戦死。戦闘力を失ったフォア。 ソアイの旅団が粉砕された以外の城壁爆発艦も火薬の羽も用意していなかった義勇未能の不運な軽率砲兵隊が例年に足を取られたこと護衛のない15門の砲がある往路でアクスブリッジのために転覆されたことイギリス戦線に落下させた破裂弾も雨のために湿った土の中に入り込んで泥を爆発させるだけで バチデイと貸し去ってしまって効果の少なかったことブレーヌラルー方面のピレーの威嚇運動が無効に終わったこと十五個中隊の騎兵のほとんど全部が損失したことイギリス軍の右翼の動揺も少なく左翼もあまり破れなかったこと第一軍団の四個手段を橋ご隊にせずして密集させたねの意外な間違いそのために 正面二百人当ての二十七列の深さの密集部隊が散弾を浴びせられたこと、その集団の中に恐るべき穴が砲弾によって開けられたこと、襲撃渋滞の態度の整わなかったこと、その側面に突然現れた王者砲兵隊、基地に陥ったブールジョアとドンズローとデュリュット、撃退された器を、 工芸大学校腕の春茂美優注意がラエ栄さんとの門を斧で打ち破った時にジュナップからブラッセルへ行く道の曲がり角を遮ってるイギリス軍の防災から発した不感熟化のために負傷したこと。マルコンネの師団が歩兵と騎兵とに橋脚され麦畑の中でベストとパックから狙い撃ちにされポンソンビーに薙ぎ払われたこと。 その七門の法は、身体極まったこと。エルロン博の攻撃に対して、サックス・ワイマール大公が、フリシュモンとスモーアントを維持したこと。第105連隊の軍旗は奪われ、第45連隊の軍旗も奪われたこと。バーブルとフランスノアとの間の道を偵察していた300人の軽騎兵の石膏誘導隊によって捕らえられた、一人の黒服のプロシア氷騎兵。 その捕虜の告げた不安な事柄。グルーシーの遅延。ウーゴモンの果樹園の中で、1時間足らずのうちに殺された1500人。なお、それより、短時間の間に、羅サンと付近で倒れた1800人。それらの激烈な事変は、先人の運務のごとく、ナポレオンの眼前を過ぎ去ったが、ほとんど彼の目を乱すことなく。 その大前辞弱たるおごそかな顔を少しも曇らせなかった。ナポレオンは戦闘を凝視することに慣れていた。彼は極部の悲痛な出来事をいちいち加算しはしなかった。個々の数字はその創計たる勝利を与えさえするならばさまで重大なことではなかった。そのしょっぱながいかに錯乱しようとも彼はそれに驚きはしなかった。すべては 自分の手中にあり、終局は自分のものであると、彼は信じていたのである。彼は、すべてに、超然たる自信を有していて、木を待つことを知っていた。そして、天運を、事故と同地位に置いていた。彼は、運命に向かって言うかのようだった。何時の勝手にもできないだろう。半ば、光と影とのうちにあって、ナポレオンは、 幸運のうちに保護され、最悪を許されているように感じていた。あらゆる事件は、自分の不利をもたらさないということ、あるいは、むしろ自分に加担してくれるということを、彼は知っていた、少なくとも知っていると信じていた。実に、古代の不死身にも、等しいものを持っているということを。しかしながら、過去にベレジナ、ライプチヒ、 およびフォンテーヌ・ブルーなどのことを有する以上は、ワーテルローとても安心はできないはずである。一つの人知れぬ品色が、天の奥に見えている。ウェリントンが退却しだしたとき、ナポレオンは踊り上がった。彼は、突然、モン・サン・ジャンのコーチが引き払われ、イギリス軍の正面が姿を消したのを認めた。その敵軍は、再び集合したのではあるが、 とにかく姿を隠したたのだった皇帝は半ばあぶみの上に立ち上がった。勝利の輝きはその目に昇った。ウェリントンがソアーニュの森に圧迫され破られる。それはイギリスがフランスのために止めを刺されることであった。クレシー、ボアティエ、マルプラケ、ラミリーなどの敗戦の復讐がなされることであった。 マリン号の勇士役者中ナポレオンがアザンクールの恥を注ぐことであった皇帝はその時恐ろしいその変転を考えながら最後に今一度双眼鏡を持って戦場の四方を見回した後ろには銃を立てたこの衛兵の一帯が敬けな目つきで下から彼を仰ぎ見ていた彼は考えていたを調べ 坂を注意し木の茂みや麦畑や小道などをよく観測しまた一い々ちいち小矢部までも数えてるらしかった二つの大道のイギリス軍の防災を二つの大きな六災を彼はことにじっと眺めた一つはラエサントの上にジュナップから行く道にある防災でイギリスの全砲兵中から残って 戦場の底を俯瞰してる二門の大砲で守られていた。も、一つは、ニベルから行く道にある防災で、シャッセ旅団のオランダ兵の銃剣が閃いていた。彼は、その防災の近くに、ブレーヌラルーの方へ行く横道の角にある白塗りのセイニコラの古い礼拝堂を認めた。彼は、身をかがめて、案内者らコストに小声で話しかけた。案内者は、 頭を横に振った。おそらく、当てにはならないものであったろう。皇帝は、また身を起こして考え込んだ。ウェリントンは退却したのである。もはや、その退却を壊滅に終わらせるだけの問題であった。ナポレオンは、にわかに振り向いて、戦勝の報告をさせるため、パリーへ、九死を全速力で使わした。ナポレオンは、 雷電をも発しる天才の一人だった彼は今やその雷電の一撃を見出した。彼はモン・サン・ジャンのコーチを奪取することをミローの強硬騎兵に命じた。旧意外事。その数は3500、4分の1里の前面に広がり偉大な馬にまたがった巨人らであった。中隊に分かって十六個、そして後方には 援護として、ル・フェーブル・デ・ヌーエットの師団、精鋭なる憲兵106人、の衛景気兵1197人、及び近衛り騎兵880人が控えていた。彼らは、草儀のない兜をかぶり、連鉄の強行をつけ、革袋に入ったアンバ用ピストルと長剣灯をつけていた。その朝9時に、ラッパが鳴り、全楽隊が、 帝国の運守らナムを吹奏するにつれ彼らが密集重列をなしてやってきその砲兵中隊の一個を側面にし他の一個を中央にしてジュナップ街道とフリシュモンとの間に2列横帯に展開し強力なる第二戦の戦闘位置についた時全軍は彼らの威風を鑑賞したものだったその第二戦はナポレオンがいかにも巧みに配置したもので 左側にはケレルマンの強硬騎兵を有し、右端にはミローの強硬騎兵を有し、いわば鉄の領翼を備えた画用だった。副官ベルナールは彼らに皇帝の命令を伝えた。姉は剣を抜いて先頭に立った。偉大なる騎兵隊は動き出した。恐るべき光景が現れた。それらの騎兵は剣を高く上げ、 分岐を風に翻し、ラッパを吹き鳴らし、師団ごとに縦列を作り、ただ一人のごとく、同一な運動の下に、整然として、城壁を突き破る聖堂の主角のごとく末し、グラに、ラベルアリアンスの丘を駆け下り、すでに、幾多の兵士の倒れてる恐るべきくぼ地に飛び込み、戦運のうちに姿を消したが、再び、その影から出て、谷間の向こうに現れ、 常に密集して、頭上に破裂するあられ弾の雲をついて、モン・サン・ジャンコーチの恐ろしい霊寧の急坂を駆け上っていった。猛烈に、堂々と自弱として駆け上っていった。小銃の音、大砲の響きの合間に、その巨大なる馬蹄の響きは聞かれた。二個師団であって、二個の重列を成していた、バティエの師団は、右に、ドロールの師団は左に。 遠くから眺ると、あたかも、高地の頂の方へ、巨大なる2個の鋼鉄の毒蛇が這い上がってゆくがようだった。それは、一つの身辺のごとくに、戦場を横断していった。核のごとき光景は、重機兵によって、モスコバの大隅綿穂が占領されたとき以来、かつて見られないところであった。ミュラーはもはやいなかったが、ネーは、再びそこにいた。 あたかも、その集団は、一つの怪物となりただ一つの魂を有しているがようだった。各中隊は、感情をなした水昼の群れのごとく波動し膨れ上がっていた。高爆たる千雲の所々の断れ目から、その姿が見られた。甲冑と教官と剣との交錯大砲とラッパの響きのうちに、馬灰の凄まじい跳躍、生前たる恐るべき壮乗 その上に、ダータマヘビの鱗のごとき、彼らの強慌。かかる物語は、あたかも玄今と異なる時代に属するかの感がある。これにによった光景は、確か、古代のオルフェウスの叙事詩中に出ている。そこには、人面畑を備えて、オリンポスの山を乗り越えた、不死身の、壮大なる恐るべきタイタン族、サントール、イニシエのイパントロープ、すなわち、 にして獣なるあの怪物のことが語られている不思議にも同数であったが26個大隊のイギリス兵がそれらの26個騎兵中隊を迎え撃たんとしていた高知の頂の後ろに隠蔽された鉱座の陰にイギリス歩兵は2個大隊ずつ13の邦人を作り第一線に7個邦人 第二戦に六個砲人を備えて二戦二陣を立て重傷を肩に当てまさに来たらんとするものを狙い撃ちに戦として静かに鳴りを潜めて身動きもせずに待ち受けていた彼らには強硬騎兵の姿が見えず強硬騎兵にも彼らの姿が見えなかった彼らはただ陣馬の潮の駆け上がってくる響きに耳を澄ましていた その三千気の次第に高まる響きを、大早足の馬の交互に鎮静したひつみの音を、甲冑の鳴る音を、剣の響きを、そして、一種の荒々しい大きな息吹の音を聞いていた。恐るべき一瞬の静寂が来ると、次に忽然として、剣を高く振りかざし、腕の長い一列が、高知の頂に現れ、兜とラッパと軍旗と、それから、 灰色の髭を生やした三千の頭が皇帝万歳を叫びながら現れた。すべてそれらの騎兵は今や高地の上に出現し、あたかも地震の襲い来たったがようだった。と突然に三憺たる光景を呈した。イギリス軍の作法、フランス軍の方から言えば、右方にあたって強行騎兵の縦列の戦闘は 恐るべき叫びを上げて立ち上がった。邦人王も大砲をも殲滅戦とする京武士とシックとに駆られ熱狂して、高知の頂点に達した強硬騎兵は、彼らとイギリス兵との間に、一つの溝を、一つの墓穴を見いだしたのである。それは王安からの往路であった。それこそ恐怖すべき瞬間だった。強国が、意外にも、馬の足元に弾崖をなし、 両断崖の間に、二広の深さをなし、口を開いて、そこに待ち受けていた。その中に、第2列は第1列を突き落とし、第3列は第2列を突き落とした。馬は立ち上がり、後方に踊り、仰向きに倒れ、空中に四つ足を跳ね回し、騎兵を振り落とし押しつぶした。もはや、退却の方法はない。全渋滞は、 すでにに発射されたた。弾丸に等しかったイギリス軍を粉砕せんための力はかえってフランス軍を粉砕した過酷な峡谷は自ら満たさずんばやまない人馬もろともそこに転げ込んで互いに圧殺しながらその深淵のうちに一塊の肉片と貸し去ってしまったそしてその墓穴が生きたる人をもって満たされた時その上を踏み越えて 他のものは通り過ぎた。デュボアの旅団のほとんど三分の一は、その深淵のうちに落ちてしまった。それが敗戦の始まりであった。土地の言い伝えによれば、もちろん誇張されてはいようが、二千の馬と千五百人の人とが、大安の王路の中に埋められたという。その数にはもとより、 戦闘の翌日、そこに投げ込まれた他の死骸の全てをも参入したものであろう。ついでに一言しておくが、一時間以前に単独攻撃をしながら、ルネブール部隊の軍旗を奪ったのは、かかる難関に遭遇したデューボアの旅団であった。ナポレオンは、ミローの強行騎兵をして、その襲撃を行わしめる前に、その土地をよく観測した。しかし、 往路を認めることができなかったそれはコーチの表面に一筋のシワをも見せていなかったのである。けれどもニベルの街道との交差角を示している小さな白い礼拝堂から気づいて注意を呼び起こされ彼は案内人のラコストにおそらく障害物の有無について出会ったろうが何か聞きただした。案内人は「いな」と答えたのである。 一人の百姓の頭の一振りから、ナポレオンの破滅は正直立ったとも言えるであろう。その他の災いがなお続いて起こり、来ることになった。しかし、ナポレオンは、その戦いに勝利を得ることが可能であったろうか個人はいなと答える。何故に敵がウェリントンであったがためか、またはブリューヘルであったがためかいや。 それは実に神の意であったからである。ボナパルトがワーテルローの勝利者となる。それはもはや19世紀の原則にあっていなかった。ナポレオンがもはや地位を占めることのできぬ他の多くの事実が生じかかっていた。ナポレオンに対して心よからぬ余運の意思はすでに特に宣言されていた。この巨人の通るべき時期は来たっていた。 人類の運命のうちにおけるこの一人の角の重さは平行を乱していた。この個人は己一個で一段の天下の囚人よりも一層の重みを有していた。ただ一個の頭の中へ過剰に集中された人類の全活力一人の頭の上集められた全世界もしそれが持続したならば文化の破滅をきたしたであろう。 今や見出すべからざる最高の公明は考慮を巡らすべき時期に立ち至っていた物質上の秩序におけると同じく精神上の秩序においても規定の重力関係があってその関係の基礎となるべき原則および要素はおそらく不満の声を発していたであろう煙る痴を満ち溢れた糞膀涙に暮れてる母親 それらは恐るる。べき論国者である死にしてあまりに重きに,に苦しむ時には神秘なる神玄の声が影の内より発し無限の深みにまでも達するナポレオンはすでに無休なる者の内において告発されその墜落は決定されていた彼は神の患いとなっていたワーテルローは一個の戦闘ではない それは世界の方向転換である。中、モン・サンジャンの高知。峡谷と同時に法律が現れた。60門の法と13の法人とは、狙い撃ちに強硬騎兵らの上にイカを浴びせかけた。勇猛なるドロール進む社は、そのイギリスの法律に、挙手の礼をしてみせた。イギリスのすべての騎馬砲兵は、法人の中に駆け込んでいた。 強行騎兵らは、足を止める暇さえもなかった。往路の最悪は、彼らの大半を失わせたが、彼らの勇気を減じさせることは、できなかった。彼らは、その数を減ずれば、ますます勇気を増す類の勇士であった。ただ、ワティエの渋滞のみが、その最悪を受けたのだった。ネエは、あたかも歓声を予感したがごとく。 ドロールの渋滞を作法に巡らしたため、それは全部到着していた。強行騎兵らは、イギリスの邦人の上に踊りかかった。手綱を緩め、剣を口にくわえ、ピストルを手にして、全速力の突進、それが襲撃のようであった。戦闘の中には、精神が人間を固めて、兵士を立像たらしめ、全身の肉を花崗岩垂らしむるほどの瞬間がある。 イギリスの軍隊は京武氏に襲撃されながらだじろぎもしなかった。その時こそ恐怖すべき光景になった。イギリスの各法人の線正面は同時に攻撃された。クルーガごとき旋風は彼らを取り巻いた。しかし、その冷戦たる歩兵は何らの反応をも起こさなかった。第一列は膝を折り敷いて強硬騎兵を 銃剣の上に迎え、第2列は彼らに銃火を浴びせた。第2列の背後には、砲兵が大砲に弾丸を込め、砲人の前面は開き、あられ弾の噴出をやり過ごし、そしてまた口を閉じた。強硬騎兵らは、それに大鶴に蹂輪を持ってした。彼らの偉大なる馬は立ち上がり、戦列をまたぎ越し、銃剣の上を踊り越え、そして、 それらの生きたる死壁のうちに巨大な体育を横たえた。砲弾は強行騎兵らの中に穴を開け、強行騎兵らは砲人の中に穴を開けた。隊列は馬に粉砕されて形をなくした。銃剣は陣馬の腹部を貫き通した。かくて、おそらく他に見るを得ない異様な殺傷を現出した。砲人は、 その凶暴な騎兵によって破損されたが崩壊せずに縮小した。無尽蔵のあられ弾は攻撃軍の真ん中に破裂した。その戦闘の光景は生産を極めた。邦人はもはや大護ではなくて噴火口であった。強硬騎兵はもはや騎兵隊ではなくて暴風雨であった。各邦人は雲務に襲われた火山であり、 溶岩は雷電と相当した。右端の邦人は遠平物がなく最も露出していたので衝突の初めに早くもほとんど全滅をきたしたそれはハイランドの第75連隊でできていた中央にあった風的の水槽車は周囲で戦友らが殲滅される間に故郷の森や湖水を思い浮かべた憂鬱な目を呆然として伏せ 太鼓の上に腰をかけ、腕に風敵を抱え、故郷の三冠の歌をそうしていた。それらのスコットランドの兵らは、あたかも、ギリシャ人らが、アルゴスのことを思い起こしながら死んだように、ベン・ロジアンのことを思いながら死ぬのであった。一人の強行騎兵の剣は、風敵とそれを抱えてる腕とを撃ち落とし、歌手を殺しながら、その歌の音をやめさせた。 強行騎兵らは、強国の災害に数を減ぜられて、比較的少数でありながら、そこで、ほとんど、イギリス軍の全部と渡り合った。しかし、彼らは、その数を補うに、十人分の働きを持っていた。そのうちに、反ノーブル兵の数隊はたわみ始めた。ウェリントンは、それを見た。そして、府中の騎兵を思いついた。もし、 ナポレオンが同じ時に支柱の歩兵を思いついていたならば彼は勝利を得ていたであろう。その失念は彼の取り返しのつかぬ対価であった。襲撃を加えていた強行騎兵らは突然襲撃をかぶったのを感じた。イギリス騎兵は彼らの背後に迫っていた。前には邦人があり、後ろにはソマーセットがあった。ソマーセットは 1400のコノエリ騎兵を率いていた。また彼は右にドイツの軽騎兵を指揮しているドルンベルグを有し、左にはベルギーのカラビーヌ騎兵を指揮しているトリップを有していた。強硬騎兵は歩兵と騎兵とから前後左右より攻撃され、四方に敵対しなければならなかった。しかもそれが何であろう。彼らは旋風であった。その勇気は。 必死の尽くしがたいところとなった。その上、彼らは背後にも絶えず鳴り響く訪問を受けていた。それらの退くを知らぬ勇者の背後を傷つけんが、ためにはそれまでにしなければならなかったのである。彼らの強行の一つは、ビスカイアン銃弾で、左の肩甲骨あたりに穴を開けられたのが、 いわゆるワーテルローの博物館という陳列品のうちに共存している。核のごときフランスの勇士に対しては、核のごときイギリス兵を要したのであった。それはもはや混戦ではなかった。陰影であり、狂乱であり、精神と勇気との熱狂的な憤怒であり、稲妻のごとき剣の工夫であった。たちまちにして、 1400のこのエリュウ騎兵はヤオになされてしまった。その中佐フーラーは戦死した。ネーは、ルフェーブル・デヌーエットの槍騎兵と軽騎兵とを引き連れて駆けつけてきた。モン・サンジャンのコーチは、ダッシュされ、奪還され、またダッシュされた。強硬騎兵は、騎兵の方を捨てて、歩兵の方へ立ち直った。あるいは、なおよく言えば、その恐るべき群衆は、 互いにつかみ合って一団となっていたのである。邦人はなお支えていた。十二回の突撃がなされた。姉はその乗馬を殺されること四回に及んだ。強行騎兵の半ばは高地の上に倒れた。その戦闘は二時間にわたった。イギリス軍はそのために甚だしく動揺した。もし強行騎兵らが の最悪のために、最初の突撃力が弱められていなかったならば彼らは敵の中央を撃破し勝利を決定していたろうとは万人の疑わないところであるその非凡なる騎兵はダラベラおよびバダホースの戦いに臨んだことのあるクリントンをして色を失わしめた4分の三まで打ち負かされたウェリントンすらもさすがに惨憺の声を発した 彼は半ば口の内で言った、あっぱれ。強行騎兵らは、13の法人の中、7つを殲滅し、60門の砲を、あるいは奪取し、あるいは破壊し、イギリスの連帯記録を奪って、それを、3人の強行騎兵と、3人のコノエ軽騎兵とが、ラベル・アリアンスの農家の前にいる皇帝のもとに運んでいった。ウェリントンの地位は、険悪になっていた。 その異常な戦いは、あたかもたけり立った二人の手負いの勇士の間における決闘のようだった。互いに戦いなお抵抗しながら、その血潮を全て失いつつある。両者のいずれが第一に倒れるであろうか。コーチの闘争は引き続いた。どのくらいまで強硬騎兵らは突き進んでいたか誰も、それを語ることはできないであろう。 ただ確実なことといえば戦いの翌日モン・サンジャンの馬車の積みに軽量台の元立ての中にすなわちニベルとジュナップとラユルプとブラッセルとの四つの道が出会って交差しているところに一人の強硬騎兵とその馬との倒れているのが発見されたことだったその騎兵はイギリスの戦線を突破したのだったその死骸を引き起こした人々の一人は現に ナオモンサンジャンに住んでいる。彼の名はドアーズといって、当時十八歳だったのである。ウェリントンは、運の傾いてきたのを感じた。危機は迫っていた。強行騎兵らは、敵の中央を突破しえなかったという意味では成功しなかった。そのコーチは、みんなの優であり、また誰の優でもなかった。そして、要するに、大部分は、なお イギリス軍の主中にあったウェリントンは村と一番高い平地とを有していた。ネーは高地の縁と斜面等しか有していなかった。両方ともここを紛母の地と根を下ろしてるかのようだった。しかしイギリス軍の衰弱はもはや回復すべからざるもののように見えた。その軍隊の出血は恐るべきものだった。 左翼のンプとは、沿兵を求めた。一平もない、そこで戦死せよ。と、ウェリントンは答えた。それと、ほとんど、同時に、両軍の批判を語る、珍しい一致であるが、姉も、ナポレオンに歩兵を求めてきた。ナポレオンは叫んだ、歩兵。どこから手に入れてくれというのか、わしに歩兵をこしらえよとでも言うのかけれども、 イギリス軍の方が一層悩んでいた鉄の鎧と鋼鉄の胸当てとをつけたその偉大な騎兵隊の京武しな圧力は歩兵を押し潰した軍機の周りに立っている数人の兵が一個連隊の位置を示しているものもあったそういう一隊はもはや大意あるいは注意によって指揮されているのみだった羅栄三島において すでに板手をかぶってるアルテンの師団はほとんど全滅していた。ワン・クルーゼ旅団の勇敢なベルギー兵は、ニベルの道に沿った麦畑のうちに、莫大な死子を横たえていた。1811年には、スペインにおいてフランス軍に混じってウェリントンと戦い、今1815年には、イギリス軍と結んでナポレオンと戦っていたオランダの敵団兵らは、 ほとんど生き残っったたものがなかった将校の損失はなお著しかった。翌日、自分の片足を葬ったアクスブリッジ教は、もう膝を砕かれていた。その強硬騎兵の戦闘において、フランス軍の方では、ドロール、レリティエ、コルベール、ドノプ、トラベール、およびブランカールらが戦闘力を失っていたのに対し、イギリス軍の方では、 アルテンは負傷し、バーンは負傷し、レランシーは戦死し、ワン・メルレンは戦死し、オン・プテーダは戦死し、ウェリントンの幕僚は大半戦死していた。かくして、その流血を比較するときには、イギリスの方がはだしかった。このエ歩兵の第二連隊は、五人の中佐と四人の大意と三人の騎士とを失っていた。歩兵第三十連隊の第一大隊は、 26人の将校と112人の兵卒等を失っていた。ハイランド兵第79連隊では、24人の将校が負傷し、18人の将校が戦死し、450人の兵士が戦死していた。クンベルランドの反応ノーブル表記兵は、後に裁かれて罷免されることになった連隊長八家を頭として、全連隊が、混戦の前に手綱を巡らして、 ソアーニュの森の中に逃げ込み、ブラッセルに至るまで、エソウの余波を及ぼした。視聴者、弾薬者、降理者、負傷兵をいっぱい積んだ車などは、フランス軍がそこに足場を得て森に近寄ってくるのを見て、先を争って森に逃げ込んだ。フランス騎兵に薙ぎ払われたオランダ兵は、危ないぞ。と叫んでいた。 ベール空空からグレナンデルに至るまで、ブラッセルの方面へ、約2里の距離にわたって、ただ一面に逃亡兵のみであったことは、今に生きてる実験者らの語るところである。その強行は非常なものであって、マリーヌにいたコンデ大公と、がんに至るい18世徒にまでも及んだ。モンサンジャンの農家のうちに建てられた野戦病院の背後に、はしご隊を成していたわずかな予備隊と、 左翼を防いでいたヴィヴァイアンとバンドルールとの二個旅団を除くのほか、ウェリントンは、もはや騎兵を許しなかった。多くの訪問は破壊されて横たわっていた。それらの事実は、シーボンによって告白されたところである。プリングルは、その災い滅を誇張して、イギリス・オランダの軍隊は三万四千になされたとまで言っている。鉄石大公ウェリントンは、 それでも、なお自弱としていた。しかし、その唇は青ざめていた。イギリスの参謀部に従って感染していた。オーストリアの軍事艦ヴィンチェントとスペインの軍事艦アラバトは、大功の敗北と思っていた。5時に、ウェリントンは時計を出してみた。そして、次の憂鬱な言葉がつぶやかれるのが聞かれた。ブリューヘルが来るか、夜が来るか。 ちょうどその頃であった、銃剣の遠い一線が、フリシモンの方に当たって、高地の上にひらめき出した。ここにおいて、この巨大なる活撃に、変転が起こった。11、ナポレオンに不運にして、ブーローに、幸運なる案内者。ナポレオンの痛ましい誤算は、世の知るところである。いたずらに待ちあぐまれたグルーシーと、不意に現れ来たったブリューヘル。 生命に荒弟子がやってきたのである。運命は核のごとく露点する。世界の帝王の王座が待たれていたのに、セントヘレナが見えてきた。ブリューヘルの副幹部誘導ーーの案内人となっていた牧者の少年が、森林から進出するのに、フランスノアの下手からよりも、フリシュモンの上手からすることを、もし彼に勧めていたならば、19世紀の形成は、 おそらく現今と異なっていたであろうナポレオンはバーテルローの戦いに勝ったであろうフランスノアの下手以外の道によって進んだならばプロシア軍は到底砲兵を通すことのできない谷間に出てブリューローは到着し得なかったであろうもし1時間も遅延していたならプロシアのムッフリング将軍も言ったごとくブリューヘルはもはや ウェリントンがそこに指示してるのを見いださなかったであろう。戦いは敗れていたであろう。もはや武勇狼が到着しなければならない時間であったことは、人の皆察するところである。その上、彼は、もうよほど遅延していたのである。彼はリオン・ル・モンに露営していたのであって、卒業より出発していた。しかし、道路は、通行に困難を極め、各師団は、 丁寧の中に足を取られた砲車は輪だちの中に古式のところまでもぼしたその上バーブルの狭い橋でディール川を越さなければならなかったそしてまたその橋に通ずる街路にはフランス軍が火を放っていた砲兵の弾薬者と氷車とは焼けつつある軒並みの間を通ることができなくて沈下するまで待たなければならなかった ブリューローの前衛がまだシャペル・サン・ランベールに着かない前にすでに正午になっていた。ワーテル・ローの戦いは2時間早く始められていたならば午後4時には終わっていたはずで、ブリューヘルはすでにナポレオンによって勝利を挙げられた戦場に到来することになったであろう。我々人間の眼界を逸するあの無給なるものにのみ順応している広大なる偶然事は、 すべて格ののきものである正午ごろ早くも皇帝は望遠鏡を持って真っ先にはるか地平線の一点にあるものを認めてそれに注意を集めた彼は言った彼方に雲らしいものが見えるがどうも軍隊らしいそれから彼はだるまシ以降に訪ねたスールと あのシャペル・サン・ランベールの方に見えるものを、君は、何と思う元帥は、双眼鏡をその方へ向けて答えた。4、5千の軍勢です。陛下。グルーシーに違いありません。それは、なお、遠く、もやの中にあって動かなかった。すべての爆僚の双眼鏡は、皇帝の指し示すその雲を見極めようとした。ある者は言った。 立してるる渋滞であるまた、多くの者は言った、樹木である。ただ、その雲はじっと動かないでいることだけは事実であった。皇帝は、土門の景気兵の一帯を割いて、その不明な一点のほうへ偵察に使わした。武勇郎は実際動いていなかった。彼の前衛は極めて薄弱であって、何事もなしえなかったのである。 彼は本体を待っていなければならなかった。そしてまた、戦線には、いる前に兵力を集中せよとの命令を受けていた。しかし、5時に、ウェリントンの危険を見てとって、ブリューヘルは、ブユーローに、攻撃の命令を下し、次の著名な言葉を発した、イギリス軍に息をつかせなければいけない。それから間もなく、ロスティン、ヒレル、ハッケ、 リッセルらの各師団は、ロボーの軍団の前面に展開し、プロシアのウィルヘルム大公の騎兵は、パリスの森から現れ、フランスのアは火炎に包まれた。そして、プロシアの砲弾は、ナポレオンの背後に予備として控えていたこの衛兵の列中まで雨と注ぎ始めた。12、この衛兵。その後のことは、人の知る通りである。 第3の軍勢の突入、戦闘の駅で、にわかにとどろく86門の砲、ブリューローと共に到着したピルヒ一世、ブリューヘル自ら率いたツイテンの騎兵、押し返されたフランス軍、オーアンのコーチから掃討されたマルコンネ、パプロットから駆逐されたデュリュット、退却するドンズロー時王、反側面より攻撃されたロボウ。 援護を失ったフランス各連隊の上に白母に落ちかかってきた新戦闘攻勢を取って進んできたイギリス軍の前線フランス軍の内に開けられた大きな穴互いに空いたスクルイギリスとプロシアとのあられ弾殲滅戦正面の惨劇側面の惨劇その恐るべき崩壊の下に戦線に立つこの衛兵この衛兵らはまさに 静止の木の迫ってるのを感じるや皇帝万歳を叫んだついにその完成にまで破裂した彼らの苦問ほど人を感動せしむる者はおよそ歴史を通じて損しないその日空は終日曇っていたしかし突然その瞬間に晩の八時であったが地平線の雲が切れてニベルの道のにれの木立ちを通して し行く太陽の赤いものすごい広い光を地上に送った。その太陽もアウステルリッツにおいては昇るのが見られたのであったが、この絵の各体は、その終局のために各将軍によって指揮されていた。フリアン、ミシェル、ロゲー、アルレー、マレー、ポレー・ドモルバン、みんなそこにいた。わしの大きな気象をつけたこの絵的誕兵の高い帽子が、一様に。 熱を、ただし粛々としておごそかに、その混戦のもやのうちに現れたとき、敵軍すらも、フランスに対する畏敬の念を覚えた。あたかも、二十猶予の戦勝は、翼を広げて戦場に入りきたったかの感があって、勝利者たる敵軍も、敗者たる心地がして、後ろにし去った。しかし、ウェリントンは叫んだ、だて、この衛兵、正確に狙え。 マセの後ろに伏していたイギリスコノエ兵の赤い連隊は立ち上がった。死のつくばかりのアラレ団は、フランスのわしの勇士の周りに風に翻ってる三色旗に宇宙した。全軍は殺到し、無比の殺戮が始まった。皇帝のコノエ兵らは、周囲に退却して行く軍隊を、そして敗北の高爆たる動揺を、影のうちに感じた。皇帝、万歳。 の声が「逃げろ」の叫びに変わったのを彼らは聞いた。そして、その逃亡を後ろにしながら、一歩ごとに、ますます雷撃を受け、ますます戦死しながら、前進を続けた。一人の春巡する者も,もなく、一人の強打な者も,もいなかった。その軍勢のうちにおいては、一兵卒といえども、将軍と同じく英雄であった。自ら、 滅亡の淵に身を投ずることを避けた者は一人もなかった。熱狂した姉は死に甘んずるの偉大さを持って、その工夫のうちにあらゆる打撃に身をさらした。そこで彼の五度目の乗馬は倒れた。汗にまみれ、目は炎を発し、口角には泡を立て、軍服のボタンは取れ、一方の検証は敵のこの駅兵の剣に撃たれて半ば切れ。 大足の気象は弾丸にへこみ、全身地にまみれ、泥にまみれ、あっぱれな武者ぶりを持って、手には、折れた剣を握り、そして行った、戦場において、フランスの元帥は、いかなる死に様をするか、来たってみよう。しかし、それもかいなくして、彼は死ななかった。彼は同盟であり、また奮撃していた。彼は、ドルーエデルロンに問いを投げた、君は、 死にに行かないのか、おい。兵士らを一つ紙にして粉砕しつつある砲弾のうちに彼は叫んだ、そして俺に当たる弾丸はないのか。おおイギリスの砲弾はみんな俺の腹の内には行ってこい。不運なるねえよ、汝はフランスの弾丸に打たれんがために取り置かれていたのである。役者中、彼は。 ナポレオンの転覆後応答のために銃殺されたのである。13、破滅。この衛兵の背後に起こったエソは痛ましいものであった。軍隊は、にわかに、四方から、ウーゴモン、ラエーサント、パプロット、フランスノアなどから同時に退いてきた。裏切り者。という叫びに次いで、逃げろ。という叫びが起こった。 回乱する軍隊は、雪崩のごときものである。すべてはたわみ、避け、砕け、流れ、転がり、倒れ、押し合い、先を争い、急転する。異常なる崩壊である。姉は、カズマを借りてその上に飛び乗り、帽子もなく、襟飾りもなく、剣もなく、ブラッセルからの道路を遮って、イギリス軍とフランス軍とを同時に食い止めた。彼は、 軍隊を押しとめんと務め、呼びかけ、怒号し、エそうのうちに突っ立った。しかし、軍勢は、あふれて彼を乗り越えていく。兵士らは、名、ね、元帥、万歳。を叫びながら、彼から逃げていく。デュリュットの二個連隊は、驚き返して右往左往し、ドイツやり兵のケント・ケンプと、ベスト、バック、ライランとの各旅団の重火との間に、 あたかも跳ね返されてるようだった。混戦の最悪なるものは、すなわちエそうである。戦友も二元が、ためには互いに殺し合う。騎兵隊と歩兵隊とは、互いにぶつかってくだけ散乱する。戦いの大いなる泡である。一旦のロボーと畳の霊友とは、共に、その波のうちに押し流された。ナポレオンは、 この衛兵の暫定をもって城壁としようとしたが無効であった。彼はいたずらに手元の騎兵数個中隊を最後の努力のうちに失ってしまった。キオはヴィヴァイアンの前に退き、ケレルマンはヴァンゲロイルの前に退き、ロボーはビューローの前に退き、モーランはフィルヒの前に退き、ドモンとシュベルビックは プロシアのウィルヘルム大公の前に退いた。皇帝の騎兵隊を率いて突撃したギー,ーはイギリス流騎兵の足元に倒れた。ナポレオンは逃走兵のちを駆け回って彼らに溶き、食芽し、威嚇し、切願した。その朝皇帝満載を叫んだ全ての口は今はただ呆然と打ち開いてるのみだった。彼らは、 ほとんど皇帝をも見知らないがようだった。新たにやってきたプロシアの騎兵は突進し、シックし、薙ぎ払い、切りまくり、粉砕し、殺戮し、殲滅戦とした。馬は飛び出し、大砲はそこに残された。市長兵らは弾薬者から馬を外し、その馬を奪って逃走した。氷車者は4つの車輪を上にして転覆し、 道をふさいだ。ためにまた、そこで、多くの虐殺を起こさした。人々は互いに押しつぶし、踏みうり、捨てる者をも生ける者をも乗り越して走った。腕と腕とはつかみ合った。狂気の群衆は、道路を、小道を、橋を、平野を、丘を、谷を、森を満たし、四万の兵士の逃亡は、それをふさいだ。共感の声、 絶望の声、麦畑の中に投げ込まれた廃納と、中わずかに剣によって切り開かれる通路、もはや戦友もなく、将校もなく、将軍もなく、ただ名乗すべからざる恐怖のみだった。つい天は思うが、ママにフランス軍を投ぎ立てた。獅子は小鹿と化していた。核のごときが、その闘争の光景であった。ジュナップにおいて、立ち直り、 対抗し、敵を阻止せんと、人々は努めた。ロボウは300の兵を集めた。村の入り口には防災が施された。しかしながら、プロシアのアラレ団の第一の連発によって、全軍は再び敗走を始め、ロボウは捕虜になった。今日なお、ジュナップにはいる数分前のところ、道の右側にあるレンガの破屋の古い破布に、 その荒れ弾の原発の跡が刻まれているのが見られる。プロシア軍はジュナップに突入した。核も速やかに勝利を得たことに彼らは奮撃していたに違いない。追撃は猛烈であった。ブリューヘルは敵を殲滅するように命じた。ロゲーはフランスの全敵団兵を死をって威嚇して各自に一人のプロシア兵の捕虜を連れ来たら使面とする。 痛むべき実例を残していたしかし、今や、ブリューヘルは、ロゲーにも勝って残虐であった。年少子の衛兵の将軍デュエイムは、ジュナップのある宿屋の門口に追い詰められ、死の部下とも言うべき一景機兵に剣を差し出すと、景機兵は、その剣を取って、その捕虜を刺した。戦勝は、敗北者を虐殺することによって完成された。しかし、 故人は歴史なるが故に故人をして処罰的に言わしむればローブ・リューヘルは自ら己の名を汚したかくてその残虐は災害をなお大ならしめた絶望的のエソウはジュナップを過ぎレカトルブラを過ぎゴスリーを過ぎフラーヌを過ぎシャール・ロアを過ぎトゥアンを過ぎそして国境に至ってようやく止まった悲しいかな いかなるものがそのように逃亡したのであるかそれは、実にあの大陸軍であったのである。有史以来、かつて見なかった最高の遊武の、その枠乱、その強行その滅落ち、それは、故なくして起こったことであろうかいや、朝廷の巨大なる手の影は、ワーテルローの上に落とされていたのである。それは運命の一日であった。 人間以上の力がその日を現出せしめたのであった。それゆえに彼らの頭も恐怖のうちに屈したのである。それゆえに彼らの偉大なる魂も剣を捨てて振ったのである。全欧州を征服した人々もいっぱい地にまみれて何ら言葉を発するすべもなく何らなすべきすべもなく、ただ影のうちに恐ろしきもののあるのを感じた。 それは、運命の死から渋るところであった。その日、人類の前傾は返事だ。ワーテルローは、19世紀の肘菌である。その偉人の消滅は、一大世紀の出現に必要であった。人の、左右しえざるあるものが、それを支配した。英雄らの教皇は、それで説明せられる。ワーテルローの戦いのうちには、運無以上のものがあった。 流星のごときものがあった。神が通過したもうたのである。夜の幕の下りる頃、ジュナップの近くの野の中で、ベルナールとベルトランとは、考えにふけった、荒々しい、不気味な一人の男の街灯の裾を捉えて引き止めた。その男は、そこまで、エソウの波に押し流されてきて、馬から地上に降り立ち、馬の手綱を小脇に挟み、混迷した目つきをして、 ただ一人はアーテルローの方へ引き返さんとしていたのである。それはなお前進せんと試みてるナポレオンであった。崩壊した無双をなお夢みてる偉大なる夢中遊業者であった。14、最後の法人。この衛兵の数個の法人は、流れの中の岩尾のごとくに、エソの中に踏みとまって、夜になるまで指示していた。夜は来たり、私、ま、も来た。彼らは、 その二重の暗黒を待っていた。その包囲のうちに、大善と身を任した。各連隊は互いに孤立し、四方に寸断されてる全軍との連絡はなく、各自に最後を遂げていった。その最後の戦闘をなさんが、ために、彼らは、あるいは、ロシソンムの高地の上に、あるいは、モン・サンジャンの平地の中に、陣地を占めていた。見捨てられ。 打ち破られ、恐るべき様をしたそれら陰惨な邦人は、そこに驚くべき臨終を遂げた。ユルム、ワグラン、イエナ、フリーランは、そのうちで戦死を遂げた。まだ、薄明かりの晩の九時頃モン・サン・ジャンの高地の裾になお、その邦人の一つが残っていた。その痛ましい谷間のうちに、先には強行騎兵らがよじ登り、今は、 イギリス兵の集団に満たされているその坂の麓に勝ち誇った敵方兵が集中する砲火の下に弾丸の恐るべき宇宙の下にその邦人は戦っていたそれはまだ無名の一将交換武論によって指揮されていた敵団の一始発ごとに邦人はその兵数を減じしかもなお応戦していた絶えず その紙壁を縮小しながら、三段に応答する二重化をもってした。逃走兵らは、息を切らして時々立ち止まりながら、次第に弱りゆく、その、陰酸な雷鳴のごとき響きを、遠くから、闇のうちに聞いたのだった。その一帯が、もはや、一握りの兵数に過ぎなくなったとき、その軍機が、もはや、一片のボロに過ぎなくなったとき。 弾丸を打ち尽くした彼らの銃が、もはや棒切れに過ぎなくなったとき、うず高い死骸の数が、もはや生き残った集団よりも多くなったとき、その荘厳なる瀕死の勇者の周りにはある聖なる恐怖が、勝利者らのうちに刻して、イギリスの砲兵は、息をつきながら沈黙した。が、それは、一種の猶予に過ぎなかった。それらの勇士の周りには、 現役の異臭するがごとく、牙の兵士の映像、台砲の黒い反面、車輪や砲火を透かして見える、白い空などが取り巻いていた。戦いの底の運無のうちに、英雄らがいつも別件するしの巨大なる頭は、彼らの上に進み出て、彼らを見つめていた。彼らは、台砲の相談せられる音を、薄明かりの影のうちに聞くことができた。夜のうちに、 虎の目のごとくひらめく非常は彼らの頭の周りに円を描きイギリスの法律のすべての非常感は大砲に近づけられたその時感動してそれらの勇士の上に最後の一瞬を押しとめて一人のイギリスの将軍はあるものはそれをコルビールであったと言いあるものはメートランドであったと言っているが彼らに向かって叫んだ勇敢なるフランス兵ら 孔福せよ。カンブロンヌは答えた、ふん。15、カンブロンヌ。フランスの読者は、作者から尊敬されることを欲するであろうから、おそらく、フランス人がかつて発し得た、最も立派な言葉を、ここに繰り返してはいけないかもしれない。歴史中に、崇高なものを立証することは、銀星である。しかし、個人は、 危険と災禍を顧みずして、その禁制をも犯したいのである。故に、あえて五人は言う。それらの巨人らのうちに、なお、一人のタイタン族が、カンブロンヌがいたのである。あの言葉を発して、次に死する。それ以上に、偉大なることがあろうか。なぜならば、死を欲することは、すなわち実際に死することである。そして、 砲撃されながらも、なお彼は生き残ったとはいえ、それは彼の罪ではないのである。役者中、実際は、彼は、なお戦死せずして捕虜になった。ワーテルローの戦いに勝利を得た者は、敗北したナポレオンでもなく、四時に退却し、五時に絶望に陥ったウェリントンでもなく、自ら戦闘に加わらなかったブリューヘルでもない。 ワーテルローの戦いに勝利を得た者は彼カンブロンヌである。己を殺さんとする雷伝を核のごとき言葉で打ちひしぐことは、すなわち勝利を得ることである。破滅に向かってその答えをなし、運命に向かってその言を発し、後にできる獅子像に対してそういう基礎を与え、前夜の雨や、 ウーゴモンの陰険な城壁やオーアンのオーロやグルーシーの遅延やブリューヘルの到来などに対してその抗弁を投げつけ墳墓のうちにあって嘲笑いあたかも人々の倒れたランゴにもなお突っ立ち欧州列強同盟をイオンのうちにおぼらしすでにシーザーらに知られていたその川屋を諸国王に捧げ役者中フの一語三行、フランスの好奇をそこに交えながら 最低の1号、最上の1号となし、肉食日火曜日をもって、ゴ然とワーテルローの幕を閉じ、レオニダスに補うに、ラブレー、役者中、16世紀フランスの物語作者にして、辛辣なる皮肉風刺に、シューズを持ってし、ほとんど口にしがたい極端なる一言のうちに、その勝利を逆言し、陣地を失って、しかも歴史を勝ちへ、その殺戮の後に、 なお敵を嘲笑うべきものたらしむる。それは、実に広大なることではないか。それは、雷電に加えたる侮辱である。それは、アイスキロスの壮大さにまで達する。カンブロンヌの一号は、ある破裂を感じさせる。それは、警部のための胸の破裂であり、充満せる苦悶の爆発である。誰が勝利を得たかウェリントンか、いや。 ブリューヘルなくんば彼は敗れていたのである。しからばブリューヘルか、いや、ウェリントンが初めに戦っていなかったならば、彼も終局を勘務することはできなかったはずである。彼カンブロンヌ、その最終に来たった一人、その世に知られざる戦士、その前戦闘中の極美なる一人は、そこに一つの虚構があるのを破滅のうちに、 二重に苦々しい虚構があるのを感じる。そして彼がその噴撃に破裂する時人々は彼に愚弄を与える生命をいかにして激怒せざるを得るか彼らはそこにいる欧州のすべての国王らが幸福なる将軍らが雷電をはためかすジュピテルらが彼らは十万の勝ち誇った兵士を有しているそして その十万の後方には、さらに百万の兵士を。非常には火がつけられて、大砲は口を開いている。彼らは、足元に、この衛軍と大陸軍とを踏みにじっている。彼らは、すでにナポレオンを粉砕したところである。そして、もはや、カンブロンヌが一人残っているのみである。出向かう者とては、もはや、その一個のウジ虫のみである。 が彼は手向うそして彼は剣を探すがごとくにイチゴを探す彼には生唾が湧くそしてその生唾こそ彼の求むるイチゴであるその異常なしかもくだらない勝利の前にその優勝者なき勝利の前にこの絶望の男はすっくと立つ彼はその雄大に圧倒されるが しかもその虚無を見る。そして彼はその上に炭を吐きかけるのみでは誰りとしない。数と力と物質との優勢の圧迫の下に彼は心に一つの言葉を、糞を見いだす。繰り返して言う。それを叫びそれをなしそれを見いだすことそれは実に勝利者となることである。大審判の精神は 気球の瞬間に、この無名の男の中に入り来たった。あたかも、ルージュ・ドリールが、マルセイエーズ、役者中、フランスの国家を見いだしたが、ごとくに、高きより来る息吹の幻によって、カンブロンヌは、ワーテルローの言葉を見いだした。聖なる工夫の一息は飛び来たって、その2人を貫き通し、2人は、立然と身を震わし、そして、1人は、 最上の歌を歌い、一人は恐るべき叫びを発する。タイタンの警部のごと、基礎の一言を、カンブロンヌは、ただに、帝国の名において、全欧州に投げつけるのみではない。それではあまりに足りないであろう。彼は、それを、革命の名において、過去に投げつける。人は、それを聞いて、巨人の古い魂が、カンブロンヌのうちにあるのを認める。 語るはダントンであり、怒号するはクレベルであるかのようである。カンブロンヌの一言に、イギリス人の声は答えた、うて。法列は火炎を発し、丘は振動し、それらのすべての聖堂の口からは、最後の恐ろしいあられ弾の噴出がほとばしり、地平を出る月の光にほの、白く見える広い煙は、巻き上がった。そして、煙が散じたときには、そこには、 もはや何者も残っていなかった。恐るべき残兵らは殲滅されていた。この絵は全滅していた。生きたる革命砲の死壁はそこに横たわり、ただ、死骸の間にそこここにあるうごめきがようやくに見られるのみだった。核のごとくして、ローマの軍団よりも、偉大なフランスのコノエ初連隊は、雨と血潮音に湿った地上に、陰酸な麦畑の中に、 モンサンサジャンにおいて消滅したのである。今や、その場所を、ニベルの郵便馬車を御しているジョゼフが、朝の4時に、口笛を吹きつつ、床げに、馬を鞭打って通るのである。16、指揮官へは、何ほどの報酬を預かうべきか。ワーテルローの戦いは、一つの謎である。勝利者にとっても敗北者にとっても、それは、等しくもこたるものである。 ナポレオンにとってはそれは一つの強行であった終局を告げたる一戦終了したる一日救われたる謝れる方略翌日の確かなりし大成功すべては強行をきたせる恐怖の一瞬によりて失われぬナポレオンセントヘレナの口述そしてブリューヘルはそこに放火を見たばかりでありウェリントンは 少しも理解するところなかった。報告を見てみるがよい。作戦日誌は曖昧であり、記述は混乱を極めている。後者は口の中でつぶやき、前者はどもっている。ジョミニーはワーテルローの戦いを四つの時間に分けている。ムーフリングはそれを三段の変化に区分している。シャラスの実がただ一人ある点については、 個人は彼と異なった見解を有しはするがとにかく鋭い眼光を持って聖なる運命と争う人間の才力のその破滅の特徴をつかんでいる他のすべての鹿はある幻惑を感じその幻惑のうちに模索している実際それは千、たる1日軍国の崩壊であるそして諸国王らがアジェンタルマに 全ての王国を巻き込み、武力の失墜と戦役の復没等を導いた。超人間的必然性の記せられたるその事変のうちには、人間の与えるところは何もない。ワーテルローをウェリントンより奪い、ブリューヘルより奪うことは、イギリスおよびドイツより何かを奪うことになるであろうかいや、好奇あるイギリスもイカメしドイツも。 ワーテルローの問題においては取るに足りない。幸いなるかな、民衆は痛ましき権劇の暴挙の外にあって偉大なることを得る。ドイツもイギリスもまたフランスも剣の鞘の内に保たれてはいない。ワーテルローがただいたずらなる剣の響きに過ぎないその時代においてドイツはブリューヘルの上にゲーテを有し、イギリスはウェリントンの上にバイロンを有する。 広大なる主張の共有は19世紀に固有のものであり、そしてそのあけぼののうちにイギリスとドイツとは壮麗な好期を有する。彼らはその思想するところによって壮大なのである。彼らが文化にもたらした一般水準の啓発功用こそ彼らが内包していたものである。彼ら自らが源であって、一つの事件が源ではない。 19世紀における彼らの兄弟は、その源をワーゼルローに有するものではない。ある戦勝の後に、急速なる成長を、すいぐる者は、ただ野蛮な民衆のみである。それは、暴風雨のためにいつみなぎした水流の一時の浮きほこに過ぎない。開花せる民衆は、ことに、現代においては、一晶水の幸運不運によって地位を上下するものではない。 人類の内における「海民衆」の特有の重みは、単なる戦闘以上の何者かに由来するものである。幸いにも、その名誉、その威厳、その巧妙、その才能は、あの、山下る英雄や勝利者らが戦争と称する闘器にかけることを得るサイコロの目ではない。往々にして、戦勝を失いつつ進歩へ、光栄少なくして自由を置く。 太鼓がもだして理性が語ることがある。それは、実に負けくるが勝ちの勝負である。故に、双方ともいずれについても、冷ややかに、ワーテルローのことを語ろう。偶然のものは偶然に返し、神のものは神に返そう。かくして、およそワーテルローは何であるか一つの勝利であるかいや、強硬なるサイコロの目に過ぎない。 ヨーロッパによって得られ、フランスによって払われたるサイコロの賭け金である。そこに、獅子の像を建てるまでになることは、わけもないことだったのである。ワーテルローは、その上、史上最も不思議な海戦である。ナポレオンとウェリントン、彼らは互いに敵ではなくて、両極端である。待遇を好む神も、かつてこれほど甚だしい対象と、 これほど異様な大地とをこさしめたことはない。一方には、正確、予測、帰化用心、確実にされたる退却、節約されたる予備兵、必要なる冷静、乱すべからざる方式、地形を利用したる戦術、各隊を平行せしむる戦術、超墨式の殺戮、時計を手にして規定されたる戦い、任意行動の一切の禁止。 古い古典的の勇気絶対の生性他方には直感察知軍事的脅威超人的本能炎の一別わしのごとき滅きと雷電のごとき打撃との言い知れぬあるもの偶然たる評判さのうちにおける驚くべき技能神王なる魂のあらゆる不可思議運命との連結召喚されていわば服従を強いられたる川谷野や森や岡 戦場を逆するるまでに立ち至る先制者、戦略に交えられたる天運を増大せしめつつしかも乱しつつそれに対する信念ウェリントンは戦いのバレーム役者中有名なる計算数学者でありナポレオンは戦いのミケランゼロであったそしてこの旅は天才は計算に任されたのである双方とも誰かを待っていたのである それに成功したのは正確なる計算家の方であった。ナポレオンはグルーシーを待っていたが彼は来なかった。ウェリントンはブリューヘルを待っていたが彼はやってきた。ウェリントンは宗王解散として立った古典的戦法そのものである。ボナパルトはその光栄の初めにおいてイタリーにて古典的戦法に開講し見事にそれを打ち破った。 年老いたトビフクロウは、年若き鷹の前に逃走した。旧戦術は、ただに撃破されたのみでなく、また侮辱された。その26歳のコルシカの青年は、一体何者であったかすべてを、己の向こうに回して、己の方には何もなく、糧食も,も弾薬も大砲も靴もなく、ほとんど軍隊もなく、大集団に対して、 わずかに一握りの兵員をもってし、同盟したる全欧州に向かって飛びかかり、そして、ほとんど不可能のうちに、絶対の勝利を占めたる、その格くたる初心者は、一体何を意味したかほとんど息をもつかず、同じ一軍の兵士よりなる道具を手にして、アルビンツィに、カウルにボーリーを覆し、ボーリーに、カウルにウルムゼルを覆し、ウルムゼルに、 カウルにメラスを覆し、メラスに、カウルにマックを覆して、相次いで、ドイツ皇帝の護軍を粉砕した、その雷電のごとき狂人は、一体どこから出てきたのか皇帝の鉄面皮を有する、その戦いの新参者は、一体何者であったか陸軍のアカデミー派は、逃走しながら彼を破門した。かくて、 新武断派に対する旧武断派の癒やし敵イコン、火炎の剣に対する正当のサーベルの石キーコン、伝才に対する提携者の石キーコンが生まれた。そして1815年6月18日、そのイコンは最後の一言を得た。ロディ、モンテベロ、モンテノッテ、マンチュア、マレンゴー、アルコラなどの下に、それは一語を記した。 ワーテルローと、多数の喜ぶところの凡庸の勝利である。運命は、その皮肉に同意したのである。水運において、ナポレオンは、己の前に、今度は、燃焼ウルムゼルを見いだした。実際、一人のウルムゼルを縁には、ただ、ウェリントンの頭髪を白く染めれば足りる。ワーテルローは、第二流の憔悴によって語れたる第一流の戦いである。 ワーテルローの戦いにおいて称賛しなければならないものは、イギリスであり、イギリスの強人、イギリスの決意、イギリスの地である。イギリスがそこにおいて有した見事なものは、もしかく言うことがイギリスにとって不快でないならば、それはイギリス自身である。その憔悴にあらずして、その軍隊である。不思議に防音なるウェリントンは、バサースト教に送った書簡のうちにおいて、 彼の軍隊、1815年6月18日に戦った軍隊は、軽蔑すべき軍隊であったと述べている。ワーテルローの原夜の下に埋もれている、あの、陰惨なる積み重なった骸骨どもは、それを何と思うであろうかイギリスは、ウェリントンに対して、あまりに謙譲であった。ウェリントンを各偉大なら占むることは、イギリスを微笑なら占むることである。 ウェリントンは、ただ、普通の一英雄に過ぎない。あの灰色のスコットランド兵、あの子の駅兵、あのメートランドおよびミッチェルの連隊、あのパック及びキンプトの歩兵、あのポンソンビー及びソマーセットの騎兵、アラレダンの下に風敵を奏していた、あのハイランド兵、あのライダンとの代替、エスリング及びリボリの戦い以来の老練なる軍勢に対抗したる。 あのほとんど、銃の双方をも知らなかった、全くの親材兵、彼らこそ偉大なのである。ウェリントンは頑固であり、そこに彼の価値はあった。そして、個人は、それをけなすものではない。しかし、彼の歩兵や騎兵の詐称といえども、彼と同じく堅固だったのである。鉄石大綱に恥じない鉄石兵士である。ゴ人は、 個人のすべての商用をイギリス兵士にイギリス軍にイギリス民衆に与える。もし戦勝記念しるべがあるならばそれはイギリスのものである。ワーテルローの円柱刀にしてもし一人の顔形の代わりに一民衆の像を雲間に高く植えぐるならばそれは一層正当なものとなるであろう。しかしこの偉大なるイギリスは 個人のここにじつぶるところのものを起こるであろう。彼は、なお、かの1688年、および、フランスの1789年の両革命後においても、封建的の幻を有している。彼は、なお、世襲性、および階級性を信じている。兄弟と公営とにおいて、ほかに優れたるその民衆は、民衆としてでなく、国民として自存している。 民衆でありながらしかも好んで服従し頭として一人の君子を頂い,いている労働者は甘んじて警部され兵士は甘んじてむき打たれる人の記憶するごとくインケルマンの戦いにおいて一人の軍曹が確かに全軍を救ったと思われることがあったが彼はラグラン教からその名を述べられることができなかった イギリスの陸軍階級制は将校以下の者はいかなる英雄をもこれを報告中に記すことを許さないのである。さてワーテルローのごとき種類の海戦において何者よりも特に御人の簡単するところの者のは偶然が示した驚くべき巧妙さである。夜の雨、ウーゴモンの城壁、オーアンのー路、大砲の音をも耳にしなかったグルーシー。 ナポレオンを欺いた案内者、ブユーローを正当に導いた案内者、すべて、それらの異変は、見事に導き出されたのである。なお、全体としてこれを言えば、ワーテルローにはおののいというより、むしろ殺戮があった。ワーテルローは、あらゆる大戦のうちにおいて、兵士の数に比して、最も強小な正面を有する戦いである。ナポレオンは、 4分の3義の正面、ウェリントンは、半義の正面、しかも双方とも、各2の時点、1、2、22、7万2千の兵士。その密集より、あの殺戮が到来した。次の計算がなされ、次の比例が立てられた。兵員の損失はウステルリッツにおいて、フランス軍100分の14、ロシア軍100分の30。 オーストリア軍100分の44。ワグラムにおいて、フランス軍100分の13、オーストリア軍100分の14。モスコバにおいて、フランス軍100分の37、ロシア軍100分の44。バウゼンにおいて、フランス軍100分の13、ロシアプロシア軍100分の14。ワーテルローにおいて、フランス軍100分の56。 連合軍百分の三十一ワーテルローについての合計百分の四十一十四万四千の兵士に六万の戦死者ワーテルローの平野は今日人間の巨神平気な踏み台たる地面に固有の平静さを保っているそして他の平原と何ら異なった点を有しないけれども夜には一種の幻のもやが立ち上る もし、誰か旅客にして、そこを万歩しめを定め耳をすまし、あの痛ましきフィリッピの平原、役者中、昔アントニウスとオクタビアヌストがブルツスとガシウスとを破ったマケドニアの平原に対するビルギリウスのごとくに黙想するならば、そこに起こった大破滅の幻覚に捉えられるであろう。恐ろしき6月18日の様はよみがえってき、人口の記念の丘は消え、 何かのその獅子の像も称賛し、戦場はまざまざと現れてくる。歩兵の列は、平原のうちにうねり、クルーガ如とくシックする騎兵の列は、地平を過ぎる。心乱れた、その瞑想の旅客は見る、サーベルのひらめきを、銃剣の火花を、破列弾の火災を、雷電の驚くべき工作を。また、彼は聞く、墳母の底の瀕死の喘ぎのごとくに、 幻の戦いのバクたる共感の響きをあの物陰は敵団兵あの尾行は強硬騎兵あの骸骨はナポレオンあの骸骨はウェリントンそれらはもはや幻ではあるがしかもなお互いに衝突し戦っている渓谷は赤く彩られ樹木は震え雲間にまで凶暴なものが広がりそして暗夜のうちに モン・サンジャン、ウーゴモン、フリシュモン、パプロット、フランス・ノアなど、すべて、それらの凶暴なコーチは、暴行と現れ来たって、その上には、互いに殲滅し合う勇気の旋風が荒れ狂っている。17、ワーテルローは祝すべきか。世には、少しもワーテルローを憎まない、極めて軽すべき自由主義の一派がある。しかし、個人はその仲間ではない。 個人にとっては、ワーテルローは、単に自由の傍然自失した一時期を隠するものにすぎない。核のごときわしより、核のごとき卵が生まれるとは、それこそ正しく意外事である。ワーテルローは、これを、問題の最高見地より見るならば、ことさらに反革命的の勝利である。それは、フランスに対抗するヨーロッパであり、 パリーに対抗するペテルブルグとベルリンとウィントである。新種に対抗する現状維持であり、1815年3月20日を通じて攻撃されたる1789年7月14日であり、役者中、前者はナポレオンのエルバ島よりパリーへ帰着の日、後者は。 フランス大革命の初っ端なバスティーユ牢獄破壊の日フランスの制御すべからざる騒乱に対する諸君主政体の戦闘準備であるすでに26年前から爆発しているその広大な民衆を消滅し尽くすことそれがその無双であったそれはブルースウィック家ナッソー家ロマノフ家ホーヘンツルレルン家ハプスブールグ家などとブールボン家との連行である しかし、ワーテルローは、その背に信仰を担っている。帝国が先制的であったがゆえに、それに変わった王国が、事物の自然の反動として、無理にも自由的でなければならなかったことは、真実である。そして、勝利者らの痛く遺憾としたことではあったが、余儀ない立憲性が、ワーテルローから出てきたことも、真実である。革命は 真に破られることのできないものだからである。そして、それは、天意的なもので、絶対に決定的なものであるが、ゆえに、常に再現しくるからである。すなわち、ワーテルローの前においては、古き少尉を覆したボナパルトのうちに、そして、ワーテルローの後においては、憲法に同意し服従した、ルイ十八世のうちに現れた。ボナパルトは、 平等を表明するに不平等を用いて、ナポリの王位に一御者を据え、スウェーデンの王位に一軍曹を据えた。ルイ18世は、3党案において、人権尊重の宣言に署名した。もし、革命の何たる矢をほぐせんと欲するならば、それを進歩と呼んでみるがいい。そして、もし、進歩の何たる矢をほぐせんと欲するならば、 それを明日と呼んでみるがいい明日は必ずや明日の仕事をなすしかもそれをすでに今日よりなしている明日は不思議にも常にその目的とするところに達する一個の兵士に過ぎなかったフォアをして一個の弁絶家たらしむるのに明日はウェリントンを使用するフォアはウーゴモンにて倒れ再び縁談に立ち上がる役者中 彼はウー・ゴモンに負傷したが、その後、ナポレオンの没落後代議士として熱弁を振った。核のごとく進歩は振る舞う。その職行にとっては、一つとして、いたずらな道具はない。彼は、常に一矢乱さず、アルプスをまたいだあの男を、また、エリゼオジという、あのよろめきつつゆく善良な老病者を、役者中、ナポレオンとルイ18世。 事故のなるる。仕事に適合させる彼は、格下描写をも征服者をも等しく利用する、外部には征服者を、内部には格下描写を。ワーテルローは、県による欧州省をくらいの崩壊を突然止めさせながら、他の方面において革命の事業を継続させるの結果をしか来たさしめなかった。軍人の時代は去って、思想家の世となった。 ワーテルローが引き止めんと欲した世紀はその上を踏み越えて自己の道を続けたその不祥なる勝利は自由のために打ち負かされたこれを要するにそしてまた確かにワーテルローにおいて勝利を得たところのものウェリントンの背後に微笑んだところのもの人の言うところではフランスの元帥杖をも込めてヨーロッパの元帥杖を彼にもたらしたところのもの 獅子の塚を築くために骸骨の満ちた土の車を楽しげに引いたところのものその台石に1815年6月18日という日付をようようと記したところのもの絵層兵をなぎ払うブリューヘルを励ましたところのものモン・サンジャンのコーチの上から獲物を狙うようにフランスの上にのしかかってきたところのものそれは反革命であった。 分割という破チなる言葉をつぶやく反革命であった。しかも、パリに到着して、彼は、目近かに噴火口を見た。彼は、その灰が、己の足を焼くのを感じた。そして意見を変えた。彼は、再び憲法という不完全な試みに立ち戻った。故人をして、ワーテルローの中に、ただ、 ワーテルローの中にあるものの身を見せしめよ。自ら求められたる自由は、そこには少しもない。反革命は、自ら発せずして自由主義となった。とともにまた、それに、騒動時期現象によって、ナポレオンも自ら発せずして革命家となった。1815年6月18日、馬上のロベスピエールは落馬させられたのである。 18。神宝再び力を振るう。失政完成の終焉。ヨーロッパの全様式は瓦解した。帝国は、あたかも死滅しゆく、ローマ帝国のそれのごとき暗黒のうちに倒れた。暗黒時代におけるがごとく、人は、再び深淵を見た。ただ、1815年の暗黒時代は、これを、 その通称によって反革命と呼ぶべきであるが、息が短く、直ちに息を切らして、間もなく止んでしまった。滅びた帝国は、打ち明けて言えば、人々から泣かれた、しかも勇壮なる人々の目によって泣かれた。もし光栄にして、剣の尺の内に損するならば、帝国は光栄そのものであった。それは、 坊声の与えるすべての紅葉を地上に広げた陰惨なる紅葉を、いがなお言わん暗黒なる紅葉を。真の白日に比較すれば、それは夜である。しかも、その夜の消滅は日食のごとき印象を与えた。ルイ18世は再びパリに入った。7月8日の演舞妨は3月20日の熱狂を消した。 コルシカ人という言葉は、ベアルン人という言葉の対象となった。チュイルリー宮殿の丸屋根の旗は、白旗となった。亡命者が大いに上った。ハルトウェルのモみのテーブルは、ルイ十四世式のユリカ模様の肘掛ケースの前に据えられた。人々は、ブービーヌやフォントノアなど、役者中、昔、フランス王によって得られた戦勝の地のことを、 昨日のことのように語り、アウステルリッツはすでに追い口てしまった。教会と王位とは厳かに親愛の女王を結んだ。19世紀の社会安寧の最も動かしがたき位置形式がフランス及び大陸の上に建てられた。ヨーロッパは白い帽子をつけた。トレスタイオン、役者中、過激王党の狩猟の一人は、 世に巧妙となったオルセイ川岸の兵衛の正面に太陽をかたどった石の光線のうちにはダータマ製に劣らずの信玄が再び現れた皇帝親衛兵のいたところには今は赤服のこの衛兵がいたカルーゼルの凱旋門は卑劣に得られた戦勝の名前に覆われそれらの新流行に困らされおそらく マリン号やアルコラの戦勝の名前に多少恥じてか、アングレーム公の像によって、わずかに南極を切り抜けた。1793年の恐るべき共同墓地となったマドレーヌの墓場は、ルイ16世及びマリー・アントワネットの遺骨が、その塵にまみれていたので、今や大理石や壁玉を着せられた。ヴァンセンヌの溝の中には、一機の墓碑が地上に現れて、 ナポレオンが定冠をいただいた同じ月に安ン公が銃殺されたのであることを今更に思い起こさしめた。その死の間近で戴冠式を挙げさしたホ王オーピウス七世はその即位を祝福した時のごとく平成にその転覆を祝福した。シェンブレンにはローマ王と呼ぶのもはばかられるわずか四歳の小さな人影があった。そして全て それらのことは成し遂げられ、それらの王は再び王位につき、全ヨーロッパの首長は籠の中に入れられ、旧制度は新制度となり、地上のあらゆる影と光とはその地位を変えたのである。それはただある夏の日の午後、一人の牧人が森の中で一人のプロシア人に向かって、こちらからおいでなさい、あちらからはだめです。と言ったからである。 役者中ワーテルローにおける武勇郎の案内者のこと参照。この1815年は一種の悩ましい4月の月であった。不健康にして有毒な古い現実は新しい襲いを凝らした。欺瞞千は1789年をめとり、信法は一つの憲法の下に隠れ、犠牲は立憲となり、特権や盲信やそこいは、 胸に抱きしめられたる第14条役者中憲法第14条王は国家の最上首長にして陸海軍を統率し戦線を布告し平和同盟通商上の条約を締結し管理を任命し法律の適用と国家の安寧とのために必要なる規定及び命令を発すとともに自由主義で表面をことした。 それは蛇の脱皮であった。人間はナポレオンによって同時に大きくされまた小さくされていた理想はその三段たる物質の世において空想という妙な名前をもらっていた未来を長老したのは偉人の重大な軽率であるサハレ砲弾にさらされながらその奉仕を深く愛していた民衆らは彼を探し求めた どこに彼はいるか彼は何を成しているかマレンゴー及びワーテルローに臨んだ一人の老廃兵に向かってある通行人は言ったナポレオンは死んだとするとその兵士は叫んだあの人が死んだと君は一体あの人をよく知ってるか人々の想像は転覆された彼を神に祭り上げていたヨーロッパの奥底は ワーーテルローの後にに暗黒になったナポレオンの消滅によってある巨大な空虚が長く残されたのである諸国王らはその空虚の中に身を据えた旧ヨーロッパはその木に乗じて復古した新政同盟は作られたしかしワーテルローの災いなる戦場はそれに先立ってベル・アリアンスと叫んだではないか 役者中、ワーテルローの一致名であるが、また、その文字は、美しき同盟という意味を有する。この立て直されたる旧ヨーロッパに対峙し対抗して、一つの新しきフランスの雛形は描かれた。皇帝によって長老された未来は、現出しきたった。それは、核に自由という星をつけていた。新しき時代の熱烈な目はその方へ向けられた。 ただ不思議なことには、人々は、その未来なる自由と、その過去なるナポレオンとに、同時に心を奪われた。敗北は敗者を大ならしめていたのである。転覆したボナパルトは、突っ立ってるナポレオンよりも、一層高いように思われた。勝利を得た者らも、恐れを抱いた。イギリスは、ハドソン・ローをして、彼の番をさせ、フランスは、モンシュニューをして、 彼の様子をうかがわした。胸に組んだ彼の両腕は、小尉の不安となった。アレキサンドル皇帝は、彼を、ヨガ不眠と名付けた。かかる恐怖は、彼が、己のうちに有していた広大なる革命より来たったのである。それこそ、ボナパルト式自由主義を説明するものであり、それを許さしむるところのものである。その幻影は、 旧世界に戦慄を与えた。諸国王は、はるか水平線の彼方に、セントヘレナの岩を有して、不安げに国政をすべた。ナポレオンが、ロングウッドの住居において、臨住の苦悶を越しつつある間に、ワーテルローの平野に倒れた六万の人々は静かに不乱してゆき、彼らの平和のあるものは世界に広がっていった。それを、ウィーン会議は、 1815年の条約となし、それをヨーロッパは復古と名付けた。ワーテルローがいかなるものであったかは、おおよそ右の通りである。しかし、それも、無給なるものに対しては、何の関わりがあろうそのすべての暴風、そのすべての運無その戦い、次に、その平和、そのすべての影、それも、 広大なる日の輝きを一瞬たりとも見出すことはできなかった。その目の前においては、草の葉より葉へと這うアブラムシも、ノーテルダーム寺院の塔の首郎より首郎へと飛ぶわしも、何ら選ぶところはないのである。19、戦場の夜。さて、再び、あの不運なる戦場に立ち戻ってみよう。実は、それが、この物語に必要なのである。 1815年6月18日の夜は満月であった。その月の光は、ブリューヘルのどう猛な追撃に便宜を与え、逃走兵の行方を照らし出し、その不幸な集団を、熱狂せるプロシア騎兵の蹂林に任せ、虐殺を助長せしめた。大破滅のうちには往々にして、かかる悲壮な夜の助けを伴うものである。最後の砲撃がなされた後、 モンサンサジャンの平原には人影もなかった。イギリス軍はフランス軍の陣営を占領した。敗者の床に眠ることは戦勝の慣例的な印である。彼らはロシソンムの彼方に呂影を張った。プロシア軍はエソーシャの後を追って前進を続けた。ウェリントンはバーテルローの村に行ってバサースト教への報告をしたためた。 何時働けども、そは、何時自らのためにはあらずという格言、役者中、他人の功を横取りする場合に言うを、もし実際に適用し得るならば、それは、まさしく、このワーテルローの村に対してであろう。ワーテルローの村は、ただ手をこまぬいていて、戦地を隔たる範囲のところにあった。モン・サンジャンは砲撃され、ウーゴモンは焼かれ、パプロットは焼かれ。 フランスノアは焼かれラエーサントは強襲されラベルアリアンスは二人の勝利者の抱擁するのを見たしかしそれらの名前はほとんど世に知られないで戦いに少しも働かなかったワーテルローが全ての名誉になっている我々は戦争に媚びるものではない機会あらばその真相を告げ知らしてやろうとするものである戦争に 恐るべき美の損することを我々は隠さずに述べてきた。しかしまた、多少の醜悪も損することを認めなければならない。その、最も甚だしい醜悪の一つは、戦勝の後、直ちに死者の被る略奪である。戦いに次いでくるあけぼのは、常に、裸体の屍の上に明けゆくものである。そういうことをなす者は誰であるか。 各戦勝を汚す者は誰であるか勝利のポケットの中に差し入れら、ルル、そのひそやかな醜い手はいかなるものであるか。光栄の背後に潜んで仕事をなす、それらのすりは何者であるか。ある哲学者らは、中んずくボルテールは、それはまさしく光栄をもたらしたその人々であると断言する。彼らは言う、それは その人々に他ならない、代わりの者はいないのである、立っている者らが、倒れている者らを略奪するのである。昼間の英雄は、夜には吸血鬼となる。要するに、己の殺した死骸が所持する者を多少略奪することは、まさしく正当の権利であると。しかしながら、我々はそれを信じない。月桂樹の枝を折り取ることと、死人の靴を盗むこととは、 どう一人の手ににはは不可能ごとであるようう我々は思うただ一つ確かなことは普通勝利者の後に盗人が来るということであるしかしながら兵士はことに近代の兵士はこの問題の外に置きたいものであるあらゆる軍隊は一つの尾を持っているその者どもこそまさしく攻めむべきであるコウモリのごとき者ども 中場盗賊であり、中場重木である。ものども、戦争と呼ばれる薄明かりが生み出す各種のコウモリ、少しも戦うことをしない軍服の欠かし、作描者、恐るべき覇者、時としては、女房どもと共に、小さな車に乗って、歩きながら酒を密売し、それをまた盗み歩く潜り商人、将校らに案内者たらんと申し出る小敷、風来者の重卒、かっさらい、 それらの者どもを行進中の軍隊は昔我々は現代のことを言ってるのではない後ろに引き連れていた。専門語ではそれをうまくもオソ兵と呼んだものである。その者どもについての責任はどの軍隊にもどの国民にもなかったのである。彼らはイタリー語を話してドイツ軍に従いフランス語を話して イギリス軍に従う類のやつらであるフェルバック公爵が無茶なピカルディー語のために欺かれてフランス人だと思い込みチェリゾラの勝利の夜同じ戦場にて暗殺され略奪されたのもかかる惨めなやつらの一人フランス語を話すスペイン人の一そっと目兵のために出会った略奪から戦夫が生まれる敵によって糧を得よという癒しむべき格言は この種の雷病闇を作り出した。それを治すには、ただ厳酷な規律あるのみである。だが、王々、およそ名実伴わぬ巧妙の人がいるものである。王々の将軍は、実際偉いには違いないが、何故にかくも人望があったのか、その理由が分からぬこともしばしばある。トゥーレンヌは略奪を許したので、兵卒どもに商用された。 悪事の目拠は親切の一部である。トゥーレンヌはパラティナの地を陛下と流血とにまみらしめたほど親切であった。軍隊の後方における略奪者の鷹は、その司令官の過酷に反比例することは、人の見たところである。王主及びマルソー両将軍には、少しもお外目兵がなかった。ウェリントンには、それが少ししかなかった。 この点について、我々は、喜んで、彼に、公平なる賛事を呈するものである。それでも、なお、6月18日から19日へかけての夜、死人は、続々略奪をこうむった。ウェリントンは厳格であった。現行を見出したならば、直ちに銃殺すべしとの命令を下した。しかし、強奪は必要であった。 戦場の片隅に重火のひらめいてる間に、盗人らは、他の片隅に置いて略奪した。月の光は、その平原の上に、ものすごく落ちていた。真夜中頃王大安の往路の方に当たって、一人の男が徘徊していた、というよりも、むしろ這い回っていた。その様子から見ると、前に、その特質を述べておいた、あの、お外目兵の一人で、 イギリス人でもなく、フランス人でもなく、農夫でもなく、兵士でもなく、人間というよりも、むしろ獅子食い鬼であって、死人の匂いに誘われてき、窃盗王も、勝利と心得、ワーテルローを荒らしにやってきた者らしかった。街頭に似た広上着をまとい、不安げなまた不敵な様子で、前方に進んだり、後を振り向いたりしていた。一体その男は何者であったか おそらく昼よりも夜の方が彼については多くを知っていたであろう。彼はの上は持っていなかったがまさしく上着の下には大きなポケットがあったに違いない。時々彼は立ち止まって誰かに見られてはしないかを見極めるかのように辺りの平原を見回し突然身をかがめ地面にある黙々として動かない何かをかき回し それからまた立ち上がっては、姿を隠した。その忍び、く様、その態度、その、すばしこい不思議な手つきなどは、ノルマンディーの古い伝説に、アルーと呼ばれてる廃墟に住む白母の悪鬼を思わせるのだった。ある種の夜の水鳥は、沼地の中で、そのような姿をしていることがある。もし、その夜のもやをじっと透かし見たならば、ニベルの大道の上に、 モンサンサジャンからブレーヌ・ラルーへ行く道の角のところに立ってる一軒の破屋,屋の後ろに隠れたようにして歴晶を塗った柳網の屋根のついてる一種の従軍行商人の小さな車のようなものが止まっていて手綱をつけたままイラクサを食ってる植えたやせ馬がそれにつけられていてその車の中にはそこに積んである箱や包みの上に座っている女らしい人影があるのが。 はるかに認められたであろう。おそらく、その車と平野を徘徊しているあの男との間には、何かの関係があったかもしれない。夜は澄み渡っていた。中点には、一片の雲もない。地上は、血潮で赤く死んでいようとも、関せず、縁として、月は白く澄んでいる。空の無関心がそこにある。平野のうちには、 荒れ団のために折られた樹木の枝が、ただ川だけでぶら下がっていて、夜風に静かに揺らめいていた。そよ風が、ほとんど、一つの息吹が、が、和帝本では、息吹が、陥木の茂みをそよがしていた。鬼の飛び去るのにによった震えが、草むらの中にはあった。イギリスの陣営の巡殺や、淳の兵士らの行き来する足音が、ぼんやり遠くに聞こえていた。 ウーゴモン・トラエーサントとはなお燃えていた。一つは西に、一つは東に、二つの大きな火炎を上げ、地平線の丘陵の上に広く半円に広がってるイギリス軍の野営の火が、その間を糸のように連結していて、両端に紅宝玉をつけた攻玉の首輪が広げられてるかのようだった。我々は、すでに王安の道の災害を述べておいた。 幾多の勇士にとって、その死はいかなるものであったろうか。それを思えば、心も怯えざるを得ない。もし、何が恐るべきかといえば、もし夢にもなさる現実があるとすれば、それは、おそらくこういうことであろう。息、太陽を見、惜しい力は身にあふれ、健康と気鋭とを有し、勇ましく笑い、前途のまばゆきばかりの光栄に向かって突進し、 胸には呼吸する肺を感じ、鼓動する心臓を感じ、推理し語り考え、恋願い、愛する意志を感じ、母を持ち、妻を持ち、子供を持ち、巧妙を有し、そして突然に、声を立てる間もなく、瞬く暇に、深淵のうちに陥り、倒れ、転がり、押しつぶし、押しつぶされ、麦の、穂や花や木の葉や枝を眺め、しかも何者にも捕まることができず、 今はサーベルも無益だと感じ、下には人間がおり、上には馬がおり、いたずらに身を脱せんと。その痛ましい災害の最後の苦悶が聞こえていたその場所も、今は、すべてひっそりと静まり返っていた。往路の断崖は、ぎっしり積み重ねられた馬と、騎兵とでいっぱいになっていた。恐ろしいもつれであった。もはや、そこには斜面もなかった。 死骸は、その往路を平地と水平にし、マスにきれいに測られた麦のように、その円と平らになっていた。上部は、死骸の堆積、下の方は血潮の川。それが、1815年6月18日の夜における、その道路のありさまであった。血は、ニベルの大道の上まで流れてきて、その大道を塞いでいる、六歳の前に、 大きな池をなしてあふれていた。その場所は今でもなお指摘することができる。しかし、強硬騎兵らを複没したのは、読者の記憶するところであろうが、反対の方のジュナップの大道の方面においてであった。死骸の積み重なった厚さは、往路の深さに比例していた。往路が浅くなっていて、ドロールの師団が通った中央の方面では、 死骸の層も薄くなっていた。前にちょっと描いておいたあの夜の徘徊者はその方面へ行っていた。彼はその広大なる墳墓を方々探し回った。じっと眺め回した。剣をすべき死人剣閲をでもするかのようにして通っていった。彼は足を血に浸して歩いていた。突然彼は立ち止まった。彼の全数歩のところに 道路の中に死骸の堆積がつきているところにそれらの人と馬との折り重なった下から指を広げた一本の手が出ていて月の光に照らされていたその手には何か光るものが指についていた金の指輪であった男は身をかがめちょっとそこにうずくまったそして彼が再び身を起こした時は差し出てる手には もう指輪がなくなっていた。男はきっぱり立ち上がったのではなかった。ものに怯えたようなすごい態度をして、死人の体積の方に背を向け、ひざまずいたまま地平線をすかしみながら、死についた両の触手に状態を持たして、頭だけを、往路の縁から出して伺かがっていた。狼の良い本足も、ある種の行いには、便宜なものである。それから、 彼は心を決して立ち上がった。その時、彼はぎっくりとした。後ろから誰かにつかまれてるようだった。彼は振り向いてみた。それは、宣告の開いていた手であって、指を閉じながら、彼の上着の裾を掴んでいた。普通の人ならば怖がるところだった。がその男は笑い出した。なんだ、と彼は言った。死人じゃないか。 よりはまだお化けの方がいいや。するうちにその手は力尽きて彼を話した。人の努力も墓の中ではすぐに尽きるものである。ははあ、と男は言った。この死人目まだ生きてるのかな。一つ見てやろう。彼は再び身をかがめ死人の体積をかき回し邪魔になるものを押しのけ。 その手をつかみ、その腕を取り、頭を引き上げ、体を引き出し、そして、しばらくするうちに、もう生命のない、あるいは、少なくとも気を失ってる一人の男を、往路の陰の方へ引きずっていった。それは、一人の強行騎兵であって、将校であり、しかも、相当の階級のものらしかった。大きな金の懸賞が、強硬の下から覗いていた。 もう兜とは失っていた。ひどいサーベルの傷が顔についていて、顔一面血だらけだった。しかし、顔のほか、手足は無事らしかった。そして、もし、ここに、幸せという語が使えるならば、幸せにも、多くの死骸が、彼の上に丸屋根をこしらえたような風になっていて、押しつぶされることを免れていた。目はもう閉じていた。彼は、 その教皇の上に、レジオン・ドンヌールの銀の十字章をつけていた。男は、その勲章をもぎたり、上着の下の洞穴の底へ押し込んでしまった。その後で、彼は、将校のうち、ぶところを探ってみて、そこに時計を探り当てて、それを取り上げた。それから直キを探って、そこに金入れを見いだして、それを、自分のポケットにねじ込んだ。 その死にかかった将校に、男が、そこまで手を貸してやったとき、将校は目を開いた。ありがとう。と、彼は弱々しく言った。男の取り扱い方の荒々しさと、夜の冷気と、自由に吸い込まれた空気とは、彼を、瀕死の境から引き戻したのだった。男は返事をしなかった。頭を上げた。人の足音が、 平原の中に聞こえていた。多分、巡察の兵士が近づいてくるのであったろう。将校は低くつぶやいた。その声のうちには、死の苦しみがこもっていた。どちらが勝ったかイギリスの方です。と、男は答えた。将校は言った。僕のポケットの中を探してみてくれ。金入れと時計があるはずだ。それをあげよう。 もうそれは取られていたのである。男は言われた通りのことをする真似をした。そして言った。何もありません。誰か盗んだな。と、将校は言った。残念だ。君にあげるんだったが。巡殺兵の足音は次第にはっきりしてきた。人が来ます。と、男は立ち去ろうとするような身振りをしてた。 将校は、ヨーヨー腕を持ち上げて、男を引き止めた。君は、僕の生命を救ってくれたのだ。何という名前だ男は、急いで転生に答えた。私は、あなたと、同じように、フランス軍についていたものです。もうお別れしなければなりません。もし捕まったら、銃殺されるばかりです。私は、 あなたの生命を救ってあげた。あとは自分で何とかしてください。君の階級は何だ軍曹です。名前は何と言うんだテナルディエです。僕は、その名前を忘れまい。と、将校は言った。そして、君も、僕の名前を覚えていてくれ。僕はポンメルシーと言うんだ。